皆さんこんばんは。今日は YouTube チャンネル登録者数50万人を達成を記念して生配信していきたいと思います。イエーイ。今日は夜だからちょっとパジャマでやりました。こっち行こう。よいしょ。どうもこんばんは皆さん。なんかこのタイミングでの一人での生配信だからどんな発表があるのかと皆さん思ったかもしれないんですけれども、今日はですね、実はこの場をお借りしてちょっと皆さんへの感謝の気持ちを込めてこの企画をやりたいと思います。この音でわかるかな。じゃーん、よいしょ。はい、今日は私樋口ひなが約3年間貯め続けたこの小銭貯金を、じゃーん、ほい、皆様への日頃の感謝の気持ちを込めながら数えていきたいと思います。イエーイ。もう全然本当にゆるい感じの配信なので、皆さんも部屋着に着替えたり、こう帰り道だったりご飯食べながらとか、もう本当にもう楽な気持ちで見てください。ちょっといつまで時間かかるかわかんないんですけど、生配信でやっていきたいと思います。はぁ、重い。でもね、一人でこれを数えていくのはちょっと寂しいなと思うので、今日は助っ人ガールを用意しました。お願いします。やっほー、まあ、お願いします。まだまんやです。ありがとう、まんや。こちらこそ。よいしょ。私とまんやは1期生、乃木坂1期生のね、年少組よね。アクリル板で登場。年少組の2人でちょっとよいしょ、お金を数えていきたいと思います。すごいよこの重さ。何キロあるの？やばいよね、何キロだの。あ、まず数えるためにね。じゃーん。あ、じゃーんって何だろう。じゃーん、測り、測ろう、重さをまず測ろう。よし、約3年間貯めてきたの。3年すごいね。よいしょ。重そう。よいしょ。なんかこれは将来すごいおばあちゃんになった時に、うん、1日分の1日の1食分のご飯代にでもなればいいなと思って貯め始めたんだけれども、うん、ちょっと1回ここでどれぐらい溜まってるのか。え、ここからおばあちゃんになった時ご飯を、ご飯代を取るってこと？そう、取る。あ、危ない危ない。気をつけて。だってね、結構重いんです、本当に。よいしょ。よく持ってきたよ。ね、全然だよ。昨日までさ、ライブしたじゃない、うん、私たちが。名古屋でライブさせてもらってたんだけど。そうそう。疲れてる次の日の夜に。とんでもない、もう元気。これぐらい？もうちょっとまず。よいしょ。どんくらいあるんだろうね、これ。ほい、これぐらいかな。まず一旦お願いしようかしら。じゃあすごいよ。前お願いします。よい、あ、重たいわ。これすごい。あ、じゃあちょっと待って。うん。これはどんくらいだろう。わかる？何キロ？六ちょっと超えてるけど六点。じゃあまず電卓に。よいしょ。6.6。まず1個目。よっ。よいしょ。小銭ってこんなに重たいんだね。ね。もうさ。すごい。いや、よく持ってきたね。今、やってるの登録者数が50万人。すごいよね。ありがとうございます。でもさ、100万人をさ、うん、目指してるって前の。ね、配信でも言わせてもらってたから、うん、ちょっと今日また何人か、ね、
増えたら嬉しいなって思いながら。みんなじゃあこの入れてる間にできるよね、ポチッて押すだけだもんね、登録みたいな。これ本当にいくの？みんなせーの押してください。いくよ、もう入れちゃうね。うわーすごっオッケー、これで全部ですね。じゃあじゃあほいお願いします。お、やばい、重たい。あーこっちの方が重そう。待ってよ、よいしょ。どう？お、7キロ。7キロぐらいかな。 6.6 足す7ね。7は 13.6 キロ。すごい、すごい。それ重たいわな。中型犬ぐらいあるよ、この重さ。すごいね。そうなの？中型犬ぐらい。ボーダーコリーぐらいじゃない？これ数えるの？半分ぐらいの量かな。じゃあ一人一個。やばいね。おお、やばいよ。これいくらなんだろう。全然想像つかない。だって1円もあれば500円。1円玉から1円玉、10円玉、5円玉、うん、50円玉、100円、500円。全部あるもんね。全部。とりあえずもう全ての小銭を貯め続けたの。すごすぎる。これいくらなんだろうね。これ10万円は言ってるかな。もう全然想像しない。10万円言ってたらなんか結構、いや本当にすごいよって思うかも。え、早速数えてみるね。え、じゃあさ、1円玉を10、全部全てのさ種類10枚ずつの塊にしてみせる、うん、あ、オッケーオッケーオッケー。そりゃすごいぞ。え、みんなどのくらいあると思う？え、もうね、想像がつきません。この、はぁ、あ、疲れちゃったもん今の。あ、手袋しなきゃだよ。そうだ、皆さん本当にゆるい感じだから、ここからただ数えていく。みんな何してるんだろうね、この時間帯。寝転びながら見たりしてんのかな。 BGM 代わりにちょっと、果たしていくらなのか。よいしょ、ほい。じゃあいきます、早速、はい、数えていきたいと思います。 1,2,3。 地道な作業よ。これ生配信でするってすごいよね。なんかちょっと怖いな。ちょっとみんな最後まで見届けてよ。わかんない、途中でさ、途中でさ、なんかさ、飽きないでね。だからながらで見てほしいね。そうだね、ながらで、ご飯食べながらとか、そうそう、お風呂入りながらとか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 でも私はね、うん、この企画をすごい楽しみにしてたの。あ、数えるの？そう、やっと数えれる。なんかなかなか自分一人だと数えようっていう気になれなくて、ならないよね、重すぎて。だからこうやってみんなの前での方が得る気が出る。よし、 1,2,3,4,5。 あ、5,6。 ね、めっちゃ手震えてる。本当だ。 1,2,3,4。 まだ手袋つけてない。なんかさ、ふーってやればいいんじゃない。あ、美容師さん。 1,2,3,4,5,6。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 OK、 じゃあスタートです。どれくらいかかるかな、これ。まあ数えるまで帰れませんだよ。え、何時になるんだろうね。ね、怖いよね。なんか想像もできない、数え終わる時間も。うん、よいしょ。 1,2,3,4,5。 あ、そうだ、これさ、うん、この企画もともと、うん、あの収録、うん、してやらせてもらおうと思ったんだけど、うん、やっぱ生の方がなんか私も楽しいし、うん、ちょっと面白いかなと思って生にしてもらったのよ、急遽、うんうん、でコメントを皆さん、質問をね、募集してたからね、全然生配信だから、あの皆さん今見てくださってる方も何か質問あったら私とマーヤにぜひぜひお願いします。 1,2,3,4,5,6,7,8。 あ、こうすればいいのね。よいしょ、よし、
私とマーヤはライブ行くときはいつも隣だよね。そう、チマがいつもマネージャーさんに、うん、言ってくるの、マーヤと隣でお願いしますそう隣にしてもらってます。もう10年の仲です。ねえ、1期生の私たち年少組だもんね。アスカと私が最年少で入って、ね、チマは1個上だけど、うん、年齢は一緒だよね。うん、南もさ、うん、年齢一緒。え、今さ、うん、南と私が学年が1個上なんだよね、マーヤと、うん、アスカの。でもマーヤも23でしょ。23、アスカも23になった。アスカも23になったし、で南とひなは早生まれだからまだ23なのよ。そう、年齢は一緒なんだよね。そうだから全員今全員同じ年、同い年なの。うん、みなみが来たいって言ってたよね今日。え、そうそうそう、なんでいないのって言ってたでも小銭は数えたくないって言ってたよねみなみっぽよいしょ。参加はしたい、小銭は数えないけどって言ってた。みんな楽しみにいくら貯まってるのか。みなみ見てくれてないかな。みなみは見てないと思うよいしょ。でもさ、うん、あのライブさ、うん、マヤがさインスタで言ってくれたんだっけ、あの何を年少4人でさ、うん、ライブのアンコールの時に、うん、密かに鬼ごっこしてるんだって。あ、そうそう、言った言った。でも昨日、名古屋はさ、うん、やんなかったよね。名古屋はプラスマナちゃん、うんうんうん、と走ったよね。あとビーステバックステージまで、うんうん、でもアスカはちょっと煽りがあったからあの走れなかった。出て。みなみが走りたくない今日はって日はやらないんだよねみなみの気分で私たちが鬼ごっこするかどうか決まりますスタートするんだよね、うん、よいしょ。なんかね、そう、本番中に裏で待ってる時に、うんうん、2人でね、走るのひよってるやついるって言ってリベンジャーズのね、真似をねしたらね、みなみ普通にね、ひよってるって今日はって言ってたね、うん、アスカは結構なんでもやってくれる。アスカは誘ったら絶対やってくれる。よいしょ。早速もうこれで今私の手元には100円玉だけで5000円あります。え、すごいじゃん、うん、え、これで5000円あるのだよね。うん、合ってるよね。5000円あります。そっか、あ、どうやってやった方が早い。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。これマヤ、マヤこれごめんね、結構かかるわ多分これで、12時超えるとかある大丈夫明日の朝までやってるかもよ。明日の朝まで。今思ったけどね、みんなと夜更かしだね今日は。そうだ、今日はもう夜更かしです。はぁ、あ、結構大変って今気づき始めた大変だと思う。よくこれさ、喋ってたらさ何回も数えないしよねあ、なんだっけ、何個まで数えたっけ進んでないんだよねだからさ、置いてさ高さ合わせた方が早いのかなとも思い始めた。あ、そういうことね。賢い賢い。なんか手袋だと掴めないね。ね、難しいね。おいしょ。いや、よく貯めたよこれ。なんかさ、ここまで来るとさ、うん、もうなんか変な自分の中でのさ、うん、自分自身への負けず嫌いなのが出てきちゃってさめっちゃ食べるぞってそう、必死。もう 1,2,3,4,5,6、 1,2,3。 でも小銭貯めてる人いっぱいいるかな、見てる方で。どうなんだろうね、なんか意外とでもいるんじゃないかなって最近思ってるの。1,2,3よいしょ。チマはさ、あれでしょ、おっきい箱に貯めてるんでしょ。あ、そうそうそう、あ、違う、あのカゴ、おっきい、うん、なんかカゴに入れてたのよ、うん、でね、私の場合は玄関に置いてて、そのカゴを、うんうん、で家に帰ってきた瞬間にまずさ、お財布から、うん、この小銭たちをじゃらんじゃらんって出して、うん、そのカゴに入れて、うん、
っていう感じでやってて、だからカゴもねずっと動かしてなかったから、うん、どれぐらいカゴが重いのかも分かんなくて、この間久しぶりにさ、うん、その企画があるからと思って持ち上げたらカゴがボイボキって壊れちゃったのだから今日リュックに入れてきてたね。そう、もうリュックがもうすごい重さで息ができなかったのだって椅子に座るとき重力に負けて思いっきりダーンって座ったねびっくりした、あんな重くて。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。なんかお腹ちょっと空いちゃった。あっ早いかな。あるあるよね。 ありますよね。 お腹早い早いか。だってまだ15分よ。あ、これ一回取った方がいいのかな。これどうす、一回取って、ね、あ、でもつけるの大変だから飲むのやめようかな。じゃ、まあ、じゃあ私が先にいただいちゃおう。バナナジュースあー美味しい。よし、長い戦いになりそうだ。途中からさ、見始めてくれた人とかさ、うん、何をやってるんだって思われそう。今お金数えてます1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。よいしょ、8も早い。早い？これ。でもマーヤンと同じぐらいよ多分。やっぱ並べ方もさ違うんだね。ねえ。今見たらさ。全然私は横に並べて、マーヤン縦派？縦に並べてた。三四。なんかさ、こんなこと言っちゃダメかもしんないこと言っていい？何？怖い、言ってみてじゃあ。あれ何？あ、ダメだった。何何？ダメだし。ダメだった？ダメだった。あ、ダメなのねまだダメだよ、始まったばっかりだから。己の力で、己の力でね、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ほいなんかわかる、10円玉と100円玉すごい取りやすくない？取りやすい。1円がね、なかなか数えづらいのよ。1、2、取っちゃう。3,4,5,6,7,8,9,10,1。よいしょ。2,3,4,5。これなんかみんなに手伝ってほしいなんか手伝ってほしい。みんな手伝いにして手伝ってくれたらもうすぐ終わるのにね。でもさ、みんなでやったらすごいあっという間なんだろうね、こういうの。うん、2人はちょっと少なすぎたね、まあや、ね、ごめんよ。全然やっぱみなみが必要だったかもしれない。みなみ必要だったな1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。なんかさ、ライブのさ、うん、MC とかでさ、うん、もうやっぱ一期生は、うん、私たち一期生はもう10周年だじゃない、うん、もうすぐだからさ、思い出を聞かれ話す時とかあるじゃん、うんうん、なんか最近すごい、うん、その何話そうかなとか考えてたらね、うん、泣けてくるんでしょ。違った違った、ごめんいや泣けてくる時もあるんだけど、なんかすごいいろんな思い出が蘇ってきてさ、うんうん、なんかいくちゃんと結成したばっかの時ね、うん、まだ中学生とかで、うん、いくちゃんと私普通の学校でさ、うん、やってたからさ、なんか結構悩み相談とかいくちゃんにしてたなと思って、いくちゃんとなんか話したりして、うんうん、2人で、うん、なんかそのレッスン帰り、当時よ10年前ね、うん、
レッスン帰りに長くちょっと2人で話したいから、うん、たくさん語れるところ行こうってご飯食べながら語れる場所行こうって言って、うんうん、牛丼屋さん入ったの。え、牛丼屋さんって回転率早くない？そう、それでちょっとすごい話し込むつもりで、なんか全然知らなかったから、その時はね、うん、初めてぐらいだと思う、本当に、うん、牛丼屋さんに入ったのが、うん、いくちゃんと行って、うん、長く話すつもりで行ったら、なんか周りが全然そういう空気じゃなくて10分でいくちゃんとだってさ、語れないでそう、かっこんで食べて、うん、でお店出た瞬間にいくちゃんと、うん、語れる雰囲気じゃなかったねそりゃそう行ってね、カフェに2人で、うん、行って語った思い出があったなとか、うんうん、あと多分初めてなんかブログ書いてたじゃない、うん、初めてメンバーと写真載せたのが確かみなみだった気がするなと思って、そういうの覚えてないな。なんかね、そういうの思い出したら、でも思い出ってめっちゃあるよね、10年も一緒に過ごしてたらさ、うん、10年ってすごいなって最近本当に思うの。家族よりも多分一緒にいるのよ、うん、時間多いと思う、そうメンバーと。なんかすごい若かったなって思うのが、うん、なんか一期生会でアスカとのプリクラ出したじゃん、うん、でその時にプリクラ、今までのプリクラをね、うん、まとめてるところから出したんだけど、うん、見てみたらなんか毎週のようになんか原宿でプリクラ撮ってて、アスカとかわいい、なんで毎週学校帰りに2人で竹井さんの方にめっちゃ行っててすごいちゃんと学生してるじゃんと思って。そうなんだよね、なんかさ、うん、学校の行事出れなかったりとかいう時もあったと思うけどさ、うん、意外とメンバーと青春してるんだよね。そうなの、なんか可愛いそれ。いや、そんなに撮るってぐらい、うん、毎週行ってて、日付見たら懐かしいよね、そういうの思うと、うん、1,2,3,4,5,6。でも最近思い出したのが、南とも夏祭り行ったわって思って、私も南と夏祭り行ってる南祭り好きなんかな。中学の時だよね多分、中学の時12,13とかかな、うん、行ったなって、しっかり楽しめてたなって思った。1,2,3,4,5。だって私が夏祭り南と行った時はもう本当に、うん、土砂降りの雨が降ったの。なんか言ってたよね、めちゃびしょびしょになったんでしょ。二人とも結構可愛い浴衣を着て、二、うん、人でイエーイって言ってたら、うん、本当交通止め、あ、通行止めでなんかもう帰れないねみたいな。そんなに電車も止まっちゃってるし、なんかどうやって帰るみたいな、うん、どうやって帰ったんだっけ。ですごい待って、電車で南ん家に帰って、え、お母さん暑いお風呂に入ったみなみんちで。みなみんち、あれ何度なんだっけ。みなみんちのお湯めっちゃ熱いよみなみんちのお湯何度、え、何度だっけ。え、待って、普通は何度。今ちなみに私は、うん、シャワーが42度、うんうん、あ、一緒よ。溜めるの44度。みなみんちぐらいかもしれないその当時、うん、そんな熱いお湯入ったことなくていや、熱っ罰ゲームの色面白い。4,5感謝です。6、あ、よいしょ、6,7だからさ、多分罰ゲームで南熱湯風呂入っても熱くないと思うんで。南我慢強いからね、うん、そう、南とひなは、うん、この間そう、それこそ話してたんだけど、うん、南とひなは多分どんな痛みも耐えれるよねって話になったのよ。お、大丈夫、ね、あなたたちは耐えれるね。そう、すっごい思う、多分結構いけるよねっていう話をしてたの、うん、この間。似てるんだよね多分南とひなって。すごいと思う。なんかさ、マッサージとかもさ、痛かったら言ってくださいって言われるんだけどさ、うん、なんか痛いけど我慢でき涙溜まっても我慢できちゃうからなんかわかんないよねって話ミミとこの間した。すごい最近そういえば耐えてそう、耐えるってか、なんか耐えれそう。
でもさ、マッサージ屋さんでさ、やっぱ初めて行くところとかさ、なんか痛いですって言えなくてさ、あのうつ伏せになりながらめっちゃ歯食いしまってる時あるんだけど、私だけ逆にさ力入っちゃうやつでしょ。そう、あれ言いにくいんだよね。あのそれこそライブのさ、うん、にトレーナーさん来てくれるじゃない、うん、そこでよ、真夏だっけ、いつも名前、メンバーがライブ会場に到着した時に、うん、そのライブ後とかに体のケアのためにトレーナーさんがいてくださるんですけど、うんうんうん、名前をね書いて予約するんだよね。そうその書いた順にやってもらえるみたいな。それをいつも真夏がなんか一期生全員分先に書いてくれてない？あ、書いてくれてる。可愛いよね。なんか書いてたよ、書いたよって言ってくれる。そう、書いたよありがとう、ありがたい。よいしょ。あとはあれだよ、乃木坂あるある、乃木坂一期生あるあるは、うん、現場に、うん、カフェラテコーヒーがあると、あ、みんな絶対アスカに、うん、ブラックコーヒーあるよ、ブラックコーヒーあるよ報告しに行くよね、うん、絶対。アスカは大好きなの、カフェラテとか。ブラック飲んでるんだよね。そう、ブラックいつも飲んでるから絶対みんなアスカに言いに行く報告して。この前もね言ったよね、うん、ブラックコーヒーやったよって。そしたら真夏も置いてたよね、アスカにみんな。よいしょ。あ、今何分経った？あ、もうすぐ30分経つよ。まあよ、え、数え始めてちょっと今見始めた方に説明しますと、私樋口ひなが3年間貯め続けた小銭貯金を今生配信で数えるっていう、数え切るまで帰れませんっていう企画やってますマーヤンを呼んで一緒に一期生の年少コンビでやってます。え、もう30分経ってるんだね。30分経ってこれ、今この数数えました。まだこんなに残ってるから結構本当に遅くなるね、これ。大丈夫ご飯お腹空いたとか言ってる場合じゃなくなってきたね、うん。え、だってさっきね、コンノさんはね、これあっという間に終わっちゃうからゆっくり喋った方がいいよみたいな言ってたの。全然終わんないよ、コンノさん。コンノさん、ヘルプお腹空いたもんよ。8時半だからさ、9時までにご飯食べなきゃもう食べていいですかちょっと一回ブレイクしてもいいですか？見てくださってる方も食べて、ご飯1,2,3,4,5 今いくらあるんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10よいしょ。これは長い旅になりそうだ。お？これどっちも渡すね。え？待って、これ同じ高さで揃えるの難しいかも。え、今間違えてたかもしれないって。ああ、これはもう枯れなくて、やばいやばいやばい。ちょっとこれだけ一回整理する。まあ食べてていいよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10これが10個。よいしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10皆さん何してるんだろう。よいしょ。よいしょ。配信中でお金数え中です。マヤが今ご飯を取りに行ってくれてます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 お、来た、なんかいっぱいあるよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10よいしょ。じゃんじゃーん、ありがとう。さっきは私たちで何食べたいか決めた。そう、本日のご飯です。よいしょ。一個ね、辛いのがあるからね。そう、わかんない、どんくらい辛いかはわかんない。
辛いの大好きよね。ちょっと一旦開けるね。うん。いき？うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あれ？これが1枚足りない。10、1、2、3。高さ違った？やっぱ。お金ってさ、やっぱちょっと違うのかも。厚みが、うん、そんなことある？うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。すごい。辛そう。店に行ったの？あ、そうだ。うん、本日こちらでーす。あ、ちょっと見えた？あ、違う、こっち。じゃん。今日の辛い私たちの夜ご飯。3、4、5、6。夜ご飯30。これさ、お話ししながらやると間違えちゃってるね、結構。あ、千葉が好きな。何？キンパ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。やっぱさ、YouTube の方々ってさ、上手だよね、うん、こういうのさ。なんか嬉しいよね、でもこういう YouTube できて、うん、だって楽屋でいつも YouTuber ごっこみたいなしてるの。そう、メンバーとメイクするときにさ、本日のアイシャドウはこちらですってやってるから、05番のってやってるよね。わかんないかね。6、7、8、9、10。テクスチャーはトロトロです。やってるよね。やってる。食べよっか。食べよ。これが取り分け用の、うん、よいしょ。え、抜けない。そう、抜けないよ。私もさっき消毒しようと思ったら、え、こうか。おう、お金に囲まれて食べるのね。ちょっと待って。あ、ここにね、あるよ、まあ、除菌のが。あ、もうね、さっきやってきた。え、じゃあこれが、ちょっとね、お箸と。オッケー。よし。じゃあちょっとこっちで。よいしょ。じゃあ、一個ずついただこうかな。なんか、みんなのコメントとか見れないのか。確かに気になるコメント。見たい。あ、あれ、パジャマについて触れたよね。あれ触れてないっけ。触れた、あ、触れたわ、みんな触れたわ。あ、冒頭でね、う、うん、夜だから二人でパジャマに。あ、すごい、いっぱい来てるよ。見よう見よう。あ、取り上げる、一回取り上げていいですか。食べながらお腹空いちゃってコメントを読ませてもらいます。あ、ど、あ、いいかも、いいかも。うん、これ辛いやつだよね。あ、この、これ辛い。あ、違う、辛いのはまた、あ、まだ、ま、もっと辛いのがあるの。色がどんくらい辛いんだろう。一回、よいしょ、よいしょ。え、あ、もう香りが辛い、この辛さ。そう、それ開けた瞬間ね、すごそうだよ。マーヤ、マーヤ辛いの好きだもんね。好き、みんなも結構好きだけど、マーヤよりかは。はい、ありがとう。これから、あ、うん、お箸、あ、そっか、そういうことか。そう、あれ でもまだ一回も使ってないから大丈夫だよ。いい、じゃあ私はキンパを。うわー、美味しそうだね。うん、辛いのやっぱ匂いが違う。いただきます。おい、じゃあ、はあ、1回30分、35分経って1回ブレイクタイム。何時に終わるかな。いただきます。皆さんもご飯食べてね、一緒に。普通のから行こうかな。辛いの食べてみる。うん、うまっ。うん、辛い。うん、そんな辛くない。うん、うん、おいしい。辛くない。じゃあキンパ。うん、おいしい。うん。みんなお腹空いちゃうね。うん、うまい、うまい。うん、おいしい。うん。
じゃあこれ読もうかな。うん。あ、ごめんごめん。お。いっぱい。ありがとうございます。コメント。じゃあまずこれから。うん、シュスケさん。うん。乃木坂46の今までの活動の中で一番緊張した出来事は何ですか、だって。え、一番え、なんだろう、待って、難しいな。え、一番か、緊張でしょ、緊張、難しい、なんだろう、なんだろう、あ、なんか何、あの、え、どこの会場だったか忘れちゃう、神宮かな、うん、で上下の一列バーって綺麗に並んで踊りますみたいな、うん、で私はどっちだったかな、上手に行かなきゃいけなかったんだけど、うん、下手の、例えば下手の違う真逆の番号に立っちゃったわけ、うんうんうん、遠い、すごい遠いとこね、すごい遠いとこに行っちゃって、で私の立ち位置の前に人がいて、あれやばいと思って、でももうみんな一列になっちゃってるから、うん、これ横断したらバレるって思っちゃってどうしようどうしようって思って、もうちょっと背の高い人の後ろにくっついて、そうでしょ、分身のように踊った。あれはバレないかめっちゃ緊張した。そうでしょ、踊り切ったの、最後まで踊り切った。すごい、それ隠し通してたでしょ、初耳かも。そう、ね、言った、ほぼ言ったことないかもしれない。え、それ一番ハラハラするわ、うん、もうバレないで、カメラも来ないでって思いながら踊ってた。やばい、それは。そう、なんだろうな、でもやっぱりライブかも、ひなもだよね、そのこと。一番緊張、でもなんか不安だったのは、うん、1期生ライブかな、うん、え、1期生ライブは最近、うん、最近だけど、なんか結構覚える、新しい子、うん、なんかさ、メンバー全員でさの意見が結構反映してもらうことが多かったじゃない、うん、だからメンバー、1期生のメンバーがやりたい曲が多すぎて、うんうんうん、新しい曲だったじゃん、全部やったことない曲が多かったから、うん、その振りを覚えて本番楽しめるかどうかがすごい緊張した。あ、覚えることいっぱいあったもんね、うん、でもめっちゃ楽しかった。結構1位ぐらい楽しかった。え、うん、楽しかった、うん、本当に。じゃあ緊張したけども、でもあんなにさ、私たちの意見をさ、うん、取り入れたライブ なかったかもね、ぐらい、衣装だって私たちの意見聞いてもらったし、うん、だってもともとさ、この今回こういうライブやりますって言ったのさ、初めてじゃない、うん、全部撤回してさ、私たちがやりたいことをさ言ってね、うん、そう、一期生ライブ確かにいつから関わらせてもらったなっていうのすごいあった、うん、メンバーが結構もうこの人数でやるのも最後だしとか言って、うんうん、どうせならね、楽しくやりたいことやってみたいな、なんかみんなが結構熱くなって、そうそう、あの時すごいなんかすごい充実してた、うん、ちょうどさ、全体のさ、バースデー期間だったじゃん、うん、私たちがリハ、そうだね、そう、だからなんか全体のバースデーやりながらライブ後にみんなで結構遅くまで喋ってさ、やった、ね、どういう風に一期生ライブしたいみたいな、うん、話長すぎて演出の人がさ、ちょっと一旦明日にしようって帰っちゃったよね。あったね。それぐらいみんな熱く考えたね。熱いって大事だなって思った、うん、本当に。じゃあちょっとどうしようかな、どれにしようかな、え、どうしようどうしよう、結構難しい、結構、あ、じゃあこれは、うん、カズミンがラストシングルなので、うん、カズミンとの思い出トーク、マーヤ特にいっぱいあるでしょ、ありすぎて分かんない、寮時代とかさ、うん、カズミンとの思い出、でもだってもう、ま、思い出もう日々さ更新してない、昨日、うん、名古屋のライブでも楽しかったよね、うん、楽屋楽しかった楽屋ですごいね、楽しい話したんだけどね、え、てかなんか常に一緒にいて、うん、
たわいもないく過ごしてるから、うん、なんか何喋ってるとか思い出せない、うん、なんだろう、うん、あ、うん、あ、あ、これはダメだな。え、何ダメなやつあるの？これはダメだな。あ、昨日の会話、うん、面白かったけど、ね、面白かったけど、そう、うん、うーん、あ、シンクロニシティ、どういうこと今の、なんでシンクロにして、あ、シンクロしたから、うんだよ、ごめんごめん、まあいいよ、さっき、私は、うん、本当つまんないけど、私もつまんない、あ、じゃあまあいっか、別にいいよ、つまんなくて、まあだからどうぞ、なんか結構ずっと趣味が一緒で、うん、あのメイク道具とか自分の好きな好みが結構一緒で、うん、使ってるメイク道具はほぼ一緒なのね、うん、なの、そうで、なんかよくズーがこれ良かったよっていうものはでもマーヤも好きだと思うから使ってみてとか、うんうん、結構趣味が一緒で、なんか嫌いな食べ物も、うん、え、一緒、あのなんだっけ、エゴマ、エゴマ、エゴマ、あ、エゴマ、大葉の大きいバージョン、うん、大葉の大きいバージョンなのかな、わかんないけど見た目だよね、うん、エゴマだよね、あれ、エゴマも2人とも嫌いなの、うん、昨日話してたそれ、そうだからなんか似すぎてて怖い、たまに急に同じ、あ、リンクある、え、同じ、鳥肌、鳥肌、ズンのことじゃないでしょ、じゃないじゃない、鳥肌、私たちね、怖い、待って、全身鳥肌なんだけど、ね、え、いいよ、喋って、え、昨日でしょ、え、昨日、え、これ何の曲だかはあれだけど、忘れちゃった、なんだっけ、あの昨日朝早かった時だよね、早かった、朝一、朝一で、うん、マーヤとかあの楽屋の席もいつも隣なんだけど、うん、何にも会話してなくって、うん、おのおの違うことしてたんですよ、うん、マーヤがメイクかなんかしてて、うん、私ご飯食べてて、うん、私がある曲のサビを歌ったんです、急に、私ずっとその曲が頭の中に流れてて、うん、パッて歌った瞬間にマーヤが同じタイミングで今同じ曲頭に浮かべて、サビもしかもドンピシャだったんだよね、そう、ドンピシャ、私はサビ前から心の中で歌ってたのね、え、すごい、それでサビのとこ突入した瞬間同じタイミングで自分が声に出して歌ってて、待って、二人でも大騒ぎ、怖い怖い怖い、ね、怖い、あれごめん、ここしか楽しくないんだけど、あれは本当にすごかったの、ね、すごかったね、そう、びっくりした、すごい楽しかった、あれは、ね、さすがだったよね、やっぱりなんかあるねって話してたの、ね、二人の中にこんだけ言ったらさ通じるものがあるんかね、うん、あったね、あの時は本当にびっくりした、うん、なんだっけ、ずーとの思い出だよそれが、あ、ずーとの思い出、ひなもすっごいことはないけど、うん、名古屋でいっぱい食べ過ぎちゃったズーのお腹をのの字でさすってあげた、あ、前も激しい腸もみしたズーにグリングリンって言ったよね、みんなで千葉にそんなにやっちゃダメだよって怒られてたやったやった、そんな感じかな、もう毎日思い出がね更新されるんですよ、うん、私たち、すごい、待って、まあ、すごい時間かかるね、え、待って待って、え、これ終わる、やばいね、ちょっとやなきゃ、食べちゃったらダメか、え、てかさ、マネージャーさんに手伝ってまだまだ早いよ、1時間は頑張ろう、ダメだって、ダメだよ、でもちょっと今思ったけどもうすぐ1時間になるのに、見て、え、だって予定ではさもうそろそろ終わる予定だったじゃん、うん、あの、なんていうの、うん、大体のざっとスケジュール終わるだろうなっていう予測ね、うん、無理よこれじゃあちょっとこれ食べたらもう頑張る、うん、からみんなも頑張ってみ てお願い途中でさ飽きないでよ、もうこれ終わりが見えないと思わないで、うん、いや頑張る、いや、うん、まあ食べてていいからね、うん、ありがとう、もう追いかける、うん、じゃあちょっと喋りすぎた、なんか私たちって喋りすぎちゃうよね待ってご飯つぶれちゃうまあやっぱり生配信だから気をつけてすいません、なんかいつもの感じでこんな感じです、いつも
よいしょ。まあこれはちょっと本気出さなきゃ。うん、おいしい。本当に朝までなりそう。だってさ、喋り続けちゃうじゃん、二人で。え、これさ、朝までやっていいの？ダメだよ。異例じゃない、だって。だってこれ多分もっと夜回っちゃったら二人ともテンションもっと高くなっちゃうから。うちらの夜のテンションは放送しちゃダメ。本当にしょうもないことで大笑いしちゃうから。よし、でちょっと一旦これ後で、うん、これさ、マーヤ今一枚ずつやってるとさ、うん、あれだからさ、ガランって一回出して、あ、いいかもそれ、やった方がいいよね多分。うん、うん、こんなもんかな。よいしょ。こういうことかな。え、どう思う？こっから行くね。よいしょ。1、2、3、4、5、6、こっちの方が前、早く行く。3、4、5、6、7、8。また1から、1からというか、私たちはこのひなちまが3年貯めた13キロ超えの小銭を数えていきたいと思います。数えて、生配信で数えるっていう、もう今でもね、違うよ、これはあのチャンネル登録者数50万人を達成を記念しての感謝の気持ちを込めてのチマの小銭を金を数えてるの。100万人目指してるから、乃木坂のチャンネル。1、2、3、4、5。だからこのね、見てる間にみんなポチッと、もうワンクリックだからそこのあなた、ぜひ、めっちゃ押すじゃん今がチャンスです。頑張ってるの、今これがいくらになるのか。すごい汗かいてきちゃったの。多分小銭でじゃないよ、喋ってるから、食べながら喋ってハイテンションになっちゃったから。1、2、3、4、5、6、よいしょ。今これが、あ、でも1、2、3、これで今1万円まだ意外と言ってなかったりして。でもさ、その数で1万円だったら結構あるんじゃない？4、5、6。なんかすごいいっぱいっていう感動が欲しい。え、でもこれを数え終わる頃には、うん、うわーって多分なってるよてかなってなかったらさ、ちょっとさ、確かに1、2、3、4、隣数えて1、2、3、4、5、6。おおお、1、2、3、4、5、6、7、8、9。いきますか。お願いします。10。銀行員になった気持ちでね。これは地道な作業です。1、2、3、4。多分ほんとすごいこれ時間かかるから、あ、おお、俺でも見てくれてる人、何かしたかったら見ながらしてくださいね。1、2、3、歯磨きしながら。多分お風呂から出てきてもまだやってると思う全然ゆっくり湯船に浸かっていただいても。5、6、7、8、9、10。ひなさ、うん、あ、確かにこれは、え、でも高さ違うんだよね。え、さっき高さ違っ、今高さをしわ合わせようと思ったんですけど、なんかお金の厚み違う？そんなことはないらしい。え、でもほんとさっきね、え、待って待って、な、ね、違うよね、やっぱちょっともう一回見る、もう一回、あ、1、2。ちょっと本当に時間がかかりそうで、スタッフさんが今ね一緒に試行錯誤してくれてる。早く、そう、どうやったら早くね。でももういいんだ、私なんならもう朝まで入れる気持ちでいる。そのまま明日のミニライブ、あの配信行こうかなって思ってる。そうだよ、マーヤとひな明日も生が、いよいしょ。
なんかちょっ1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、ほんとだ、高さ一緒だ。私が1枚置いてなかったんだ。おーい。高さ合わせてきます、ごめんなさい、作戦変更。お金の厚さは全部ちゃんと均等でした。いやでもそうだよね、そうだよね。ならないとさ、なんか機械とかもさ、どれ、何やって言われて、今何やが来た、ちゃんと訂正できてよかった、誤った情報を。なんかすごい汗かいてきたんだけど。誤った情報ってか、多分信じてる人いないと思う。1円玉、5円玉、10円玉、100円玉、まず先に仕分ければいいんだ。よし、ちょっとこれは一回、まあ先になんか仕分けて、うん、すごい汗かいちゃったよ。いきます、まずこうやっていって、うん、なるほどね、なるほどなるほど、ほんとだ。無言になっちゃった。匂い一緒。いやでも仕分けるよりこっから拾った方が早い気がしない？どれどれ？こうやって。わかんなくなっちゃうよもう。じゃあひな一回仕分けでやってみるわ。Okay、ちょっとマジで。頭脳派のさ方コメントとかで教えてほしい。お金を早く。お金を早く。稼げる方法を求む。ズーとかいたらね、あね、ズーとひたすらさ、うん、仕事の空き時間にさ、うん、謎解きマーヤやってたよね。あ、ズーから謎解きブックもらって必死にやってたよね。ズーに教えてもらって結構楽しかったね、盛り上がったねあれ。そう、家に帰って、でどうし、なんか分かんなかったやつズーに連絡して。本気でやってるやん。本気で。よいしょよいしょ。はあ。でもねズーはね謎解き本当にすごいなって思う。ズー解くの早いよね。うん。よいしょよいしょ。ずっと謎解き言っても、うん、私本当に活躍できなくて、みんなのことをすごいすごいっていうことしかできない。盛り上げ。そう、うん、あこれは、あ、わかった、うん、これさ、カゴ、こっからこうやってつかみ取りしてこうやって分けてた方が早いんだね。こんなビシャーンって。なるほどね。一回これだけちょっと分けて、なんかいいペースになってきたかも。よいしょよいしょ。やっぱ無言でやるのが一番早い。喋んなきゃなんだけど今必死。やっぱ10円玉が多いのかも。10円玉多いね。なんかお参り行く時だけはちょっとここから拝借してたんだ。100円玉10個で1000円？え？100円玉10個で1000円。 10組で1万円。1万円だ。少ない。1時間でのあれ？今ただいま1時間で1万ちょっとでございます。え、これだからさ、思った犬も途中で気づいたのよ。結構少ないかもと思って。いやわかんない、まだこんなにあるから。まだ大丈夫かな、うん、よいしょよいしょ、うん、これはでも、ね、圧倒的1円多くない？で1円ってつかみづらいのよ。あ、だから残っちゃうかな、うん、あのガガガガガっていうさ、うん、生産機みたいな欲しい。だからあの銀行行ったら一番早い。よいしょ。ほい。ほー。ちょっとじゃあこれかん、みんなからの質問を考えながらやるか。あ、いいね。そうしよう。
せっかくコメントいただいてるし、はい、じゃあこれ仕事から帰ってきてご飯を作るかお風呂に入るかどちらですか。せーの、お風呂。ご飯どういう二人ともありえんみたいななんか合うかと思ったけど違ったね。お風呂、うん、あ、マーヤはそうだ、私速攻お風呂かな。マーヤそうだよね、うん、マーヤんち行った時のマーヤお風呂なんかすぐ入るイメージ。チマ迎え入れる時はもうお風呂に入ってね。私先に寝る前にお風呂かも。めんどくさくなんない？うん8、9、10。やっぱ喋っちゃうんだよね、喋りながらやると。じゃあ続いて、お家に帰って一番に何する？一番、うん、手を洗うとかのあれでしょ、より違う、もっと違うことでしょ。手はもう、まあ、え、待って、なんだろうな、待って、一番ね、うん、私もまあ言ったら一番は小銭を、あ、そっか、そうだそうだ、じゃらんじゃらんってやって、うん、なんだ私9 ねえ、会話してるじゃん。難しい質問丸投げされて8、9、10、8、9。なんだろう、マヤは、8、9。靴を靴箱にしまうねえ、もっとなんかさ、そういうことするのみたいなのが多分求められてるんじゃない。1番、犬を触る、犬触る、そっか。まあやんちのワンちゃんもうほんと可愛いんだもん。普通なことしか出てこない。まあやんのさ、うん、あ、何ねえ、まあやん家に行った時にさ、うん、まあやがお風呂入った、入ったじゃない、うん、その時にまあやのワンちゃんがずっと走り回ってたのに、うん、まあやがいなくなった瞬間にソファーに座ってまあやがお風呂入ってるところの方面ずっと見て、うん、大人しくこうやって待ってて、ひなが話しかけてもこっち向かないの。なんでだろう。いや、すごいなと思った。まあやが、うん、帰ってくるまで待ってた。お利口さんなんだと思って感心しちゃった。すごい可愛いの、マーヤのワンちゃん。なんか、うん、なんかうちの犬子犬だけど、うん、やっぱ番犬にはさ子犬ってイメージないじゃん、うん、でもね、チマがお泊まりしてくれた時にね、なんか私をチマが起こしてくれたのね。そうそう、朝早いからね。そう、起こしそうと私の寝てるところにこっそりチマがこうゆっくり来たのね。忍び足でこう行って、うん、マヤって、うん、優しい声でトントンってしたら、もうマヤの犬がすごい勢いでヒナにワンって言って飛びかかってきて、多分不審者だと思ったんだろうね。夜にさ、夜明けにさ、飼い主さんにさトントンってしたから、マヤのワンちゃんしかも隣で寝てたんだよね、 その時ね。え、もうすごかったの、今までに見たことのない剣士。すごい勢いで突進してきて、違う、ごめんごめんごめん、違うよ、ヒナだよって謝った。うちの犬って怒るんだってびっくりして。ね、でもちゃんと番犬になるんだね。うん、ちゃんとしてたよ、ほんと守ってた、マーヤを。やっぱ暗闇だと分かんなかったんだろうね、うん、だと思う。しかも明るいと、うん、急にとた、あの、叩いたからさ、布団をびっくりしちゃったんだろうね。そう、あんなに明るい時仲良くしてたのに。いや、びっくりしたって、もう心臓がもう朝起きて速攻その話して怖かったただひたすら謝ったもん。ごめんごめんごめん。でも私寝てるから何のこっちゃ何も知らない。すごかったわ、ひなも初めてあんなワンちゃんに子犬に怒られた。そう、怒られた。チママジで朝強いのよ、本当に朝強くて、うん、なんか家出る何分前に起きるんだっけ。2時間前。2時間何すんの。え、モーニングルーティンとかやりなよ、チマの。よくないそれ。やばいと思う。2時間何すんのって感じじゃない。あのね、なんか朝急ぎたくない人なのよ、うん、
しっかり脳みそを目覚めさせて、なんかコーヒーを飲んでゆっくりした時になんかその余裕な時間、優雅な時間に浸りたいの。すごい本当に。そしたらなんかその日一日仕事がいっぱい入ってても、なんか朝自分の時間があったって思えるから、まあなんかねすごい気持ち的には疲れないのあんまり。えもうさスンって起きれるってことでしょ。え怖いよひなの起きた時本当になんかもうドゥドゥンドゥンドゥンって感じ。ドゥドゥンドゥンドゥンボサッて起きる。なんかもううーんとかない。え、すごいと思う。ゴンって起きる。それ寝れてんの？ね、それ最近ね、ちょっと心配自分でも。眠りが。いや、本当にこんなに上手に朝起きる人、ちましかまだ知らない。目覚ましかけないもんね、いつも。かけても目覚ましの前に起きちゃうんでしょ。目覚ましの前に起きて、すべてを消す、目覚まし。本当すごい。いいじゃん。はあ、1時間経ちました。まーや、えまだちまの3年分のコメントがねコメントでさ、なんでパジャマなのって方が。そうだよね、ここからそれも知らないもん。ここから見た方はさ、2人がさパジャマでさ小銭数えてびっくりしちゃうよね。なんかこれはね勝手に、いやもともと私服で来てくださいって言われてたのよ。そう、私たち映ってもいい私服だったんだけど、夜だし、夜だからなんかリラックスしたくて、じゃあパジャマにしよっかってマーヤと二人で勝手に打ち合わせして、で勝手にパジャマ持ってきたんだよね。パジャマ持ってきて、でこのお金は私が約3年ぐらい、毎日出た小銭を貯め続けた、約13キロ14キロぐらい超えの小銭たちが一体いくらになっているのかを生配信で50万人突破の感謝の気持ちを込めて数えてます。いくらになったか、はい、私たちは乃木坂の一期生のまだまーやと井口ひなです。年少組です。はい、よいしょ。だから本当にね、今数えきるまで帰れませんしてるからね。そうなの、だからみんなもゆっくり何かしながら見てください。え、そう、長期戦になるからきっと。でもあんだけ出したのどんどんなくなってきてる。なんかね、そう、いいペースをつかみ始めた。もう1時間、かれこれ1時間の生配信してます。てか最初からずっと、ま、1時間見てるくれてる方とかいるのかな。え、みんな置いてかないでよ。眠いって思っちゃってない。え、なんかちょっと前なんか話さなきゃ、いっぱい8、ね、8、9、10じゃないのよ。何は、あの質、なんか質問、あ、そうだよ、質問いっぱいさ送ってくださったからさ、じゃあこれ。私は今年受験生なのですが、どうしても疲れてしまうことがあります。疲れた時のリフレッシュ方法を教えてください。私はどうしてた疲れた時、疲れた時ね、リフレッシュ、疲れた時疲れないか。そうかも。疲れない、彼女確かに疲れない。疲れない、なんかね、なんか乃木坂入って年々疲れたのが分かんなくなって、なんか疲れたって何？え、すごいと思う、それって逆じゃない？普通若いとさ、疲れた、疲れたってなんだろうな。すごい、なんだろう、楽しいからかな、あんまりなんかそのマイナスな疲れたがないのかも。でもこの子受験生が疲れるよ、それは。ひなが受験生の時何したかな。リフレッシュ、でもやっぱ美味しいもの食べたり、いつなんかこういつか食べたいなって思う食べ物をたくさん検索するとかが結構好きかも。あ、いいね。そしたらあっという間に時間来ちゃいそう。そう、リフレッシュか。なんかこうしたら
なんか何分まで私の好きなことをします、うん、なのでこの何分まで楽しんだら勉強頑張るぞみたいな切り替えたらどう？なんかそうだね、それ結構やるかも。何分まで携帯触るとか、ね、ひな結構やってる。やってたやってた。マーヤは何ですか？リフレッシュ。リフレッシュ、なんかその時間決めて好きだそうだそうだ数えてて聞いてなかったでしょ。聞いてるあ面白い。難しいよねこれ。だって10枚数えてる間に何か喋っちゃったらもう何もないのか分かんなくなっちゃう。そうなんだよね。あでもさ、よく抜きの中でやるのが、私がよくやるのがね、うん、なんかちょっとこう人間だからさ、イライラしたりさ、うん、そういうこと絶対誰しもあるじゃない、うん、しませんなんて人多分いないと思うのよ、うんうん、落ち込んだり、うんうん、なんかちょっと腹が立ったり、うん、そういう時は言葉に出すの、うん、そしたらね、うん、発散できるよってまいちゅんにこの間話してて、うん、ひながよくさゲロゲロとか言わないゲロゲロっていいでしょそう、疲れちゃったりなんかちょっとプンって怒った時はなんか言葉を丸くすると、そうそう、で出すと結構発散できるの。なんか疲れたって思い込んじゃうと、うん、可愛い言葉でね、なんかもう、そう、可愛い言葉だよ、本当に嫌だとかじゃなくて、なんかもうなんかわわわーそれは違う、なんだっけわわわは違うかもしれないけど、私なんか麦が使う、麦坂のまいちゅんとかとよく使うのは、うん、そういうこと、本当にゲロゲロとか、うん、言ってるねゲロゲロ、あとなんだろうな怒ってますとかなんか意外と蚊に刺された時さ、うん、なんか怒ってるって言ってたよね。蚊に刺された時本当に全部口に出すと結構丸い言葉になって出るし、うん、意外とね発散されるので、周りも笑ってくれるから、うん、なんか今までの感情がの負担が分散されて、わかる、結構それいいと思う。いいよね、うん、だからなんかプンプンとか自分の中でね、可愛い言葉をちょっと考えて、ちょっとふざけて言ってみたら面白いよ。なんか本当に疲れた時はもうゲロゲロ頑張ろうっていう、ゲロ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 でも頑張ろうって言うと意外と明るく乗り切れるかな、うん、結構長年使ってるよね。え、使ってる。なんかわうち、なんか私たち語ってあるよね。あると思う。あ、マーミーもじゃない。マーミーも多分みんな知らないよ多分、なんだよ、マーミー、え、教える？マーミー何か一期だけだよね、でもそう、マーミー言ってるのは多分一期。そうだね、二期はないな、知らないと思う。なんか一期かも。ミートゥーみたいな、そう、同じ同じっていうのを、え、今のマーミーだったよねみたいな、なんか言うよねえ、なんでだろう。なんかでも多分初めの語源がちゃんとあるんだけど、うん、なんか10年の月を経て多分どん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 解約されてマーミーに。え、何コメントでマーヤゆっくりすぎ、え、私結構頑張ってるよこれえ、そう、あ、待って、じゃあ今私たち2人はね、うん、各々で違う数え方をしてるの。あ、そうそう、私は今とりあえず出してみて山を作ってて、マーヤは初めから数えてんだよね。そう、どっちが早いのかっていう。ちまはまず10円5円って分けてんのよ。で、私はザって出してそっから100円と10枚取って並べてみたいな。え、なんかいないかなコメントでさ、うん、早く数える方法を教えてくれてる人教えてー、ヘルプミー。あ、じゃあまた次どうしようかな。乃木坂の楽曲の中で、うん、一番思い入れのある曲は何ですか、だって。ひな言うね、じゃあ、うん、ひなは僕だけの光おがもう大好きなの。言ってるね。なんかさ、うん、歌詞がすごいいい歌詞なのよ。結構明るめのテンポの曲だから、う
なかなかどうだろうな、なんかこう気づけない、クローズアップされづらいかもだけど、うん、盛り上げ曲としていい、ね、そう使われることが多いけどさ、ライブとかでも、うん、一回さアンダーライブでさ、うん、僕だけの光をさ、うん、バラードバージョンでやったの覚えてる、うん、覚えてる覚えてる、あの時にこの曲ってすっごいいいことを言ってる、うん、もうたくさんの人が聴いた方がいいなって思った曲だった、うんうんうん、なんか私優しさとはもう思う、あ、大好きだよ、大好きだよね、優しさとはもうなんかさ若かったからさ当時結構昔じゃんあの曲、うん、すごい考えさせられた、あ、うん、確かに優しさっていっぱいあるなと思って、うん、なんか活動してるとさ自分が泣いちゃう活動中にさ、うん、普通に楽屋とかで泣いちゃった時もあったのよ、うん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 、なんか学生の時の方が多かったかな、やっぱ両立が大変で、うん、もう心がいっぱいいっぱいになっちゃって余裕もなかったし、だから涙でか溢れちゃうこと多かったんだけど、うん、なんかその時にさ駆け寄ってくれるメンバーとさ、うん、そばにいて静かに見守ってくれるメンバーとさ、うんうん、いろんな優しさがあるなって、うん、その曲で気づかされた、いい歌よね、いい歌、本当に乃木坂いい歌ばっかり、カップリング曲もめっちゃいいもんね、いい、マーヤは、うん、よかしたとはエソはって言ったんだけどなんかごめん、聞いてた聞いてた、優しさとは言う、すごい聞いてた、すごい聞いて、今喋ってたごめんごめん、ほんとごめん、今ちゃんと2回目だよこれ待って、いろんなこと考えてたの今なんで、真っ赤になっちゃった今、ごめん、いや今ねちゃんと考えてたんだよ前あの言ったのにやばい、全然聞いてないみたいになっちゃった、聞いてたちゃんと、口が変なこと言っちゃった面白い難しいよ、仕分ける人と数える人に分かれる、コメントで、あー、なるほどね、そうしよう、そうしよっかちょっとこれゴム手袋変えようかな、じゃあ緑になっちゃったじゃあどうしたらいいんだ、停止中、思考停止中、そしたらさ、このアクリル板どうしたらいい、これは置いとこ、置かなきゃ、だから私がこっちにこれってやればいいんだね、あーなるほどなるほど、だから、あ、前をこっちに座ってもらえばいいんだ、とりあえず、あれ待って、もうやっぱ人間数えすぎたらおかしくなるみたいもう多分小銭当分見たくなるあーどうやってこれを、あ、ズイーンってやればいいんだね、なるほどなるほど、今の一瞬で寝た、今目が今停止してたよね、完全になるほどって言いながらって言ってあ、それ使おう、これ使おう、まあや、それどっから出てきたのどこに隠してたのさっきお椀のさ、じゃあ一回この一円玉マヤに託す、ありがとう、ゴム手袋新しくしてる、よいしょ、あーごめんなさい、誰もいなくなっちゃったいるんです、ここにちょっと待ってね、はい、すぐ行く、じゃあこの看護を、おいしょ、うん、お、すごい、こうしてこうして、いいのか、とりあえず前に1円数えててもらおう、 OK、 そうしよう、すごい、ありがとう、教えてくださった方、頭脳派ですね違う、数考えすぎなかったかなそういうこと、でもね、これ結構本当にずっと数えてるとちょっと思考力が下がっちゃうかも、もはや必死にやりすぎちゃって、だから許してください、本当に、よいしょ、あ、500円もあるね、意外と、あるある、え、結構あるね、500円、じゃあさ、溜まってったら、ある程度溜まってったらマーヤにお椀を渡してくね、ありがとう、
お願いします。では参りたいと思います。あ、違う、何してた。なんでこんなにわしづかみしちゃったんだろう。痛い。1個ずつ、待って、おかしくなっちゃう。なんかハイテンションになっちゃった。ちゃんとお酒も何も飲んでないです、私たち。1時間、かれこれ1時間15分必死に小銭を数え続けてます。どうしよう、みんな見てなかったら。見てるよね、みんな。あ、間違えた。ね、この山から必死に探しちゃった。スマイヤはそっちお願いします。はい、え、意外とあるね。うん、なんかいい。よし、よいしょ、よし、頑張ろう。はあ、いきまーす。はい、ほいよ。どうしたどうした。あ、あ、ありがとう。 OK、 よし、頑張ろう。じゃあもう一個なんかやる、見ようかな、質問。どれにしよう。一番幸せを感じる瞬間は何ですかってコメントでいただいた。一番か。一番、幸せを感じる瞬間、うん、一番って難しいな。一番か、なんだろうな。幸せ、幸せは結構ずっと感じない？うん、すごくわかる。幸せって何なんだ。手が止まっちゃう、これ話し始めると。幸せか、え、でも、あ、間違えちゃった、100円が。ごめん。確かにマーヤはこれ難しいね、数えてるんだもん。マーヤはみんなは押し分けてるだけで。え、でもさ、昨日のライブだってさ、うん、私たち人数めちゃめちゃ多いじゃん、うんうん、で多いのにさ、会場でさ、自分のタオルとかさ、名前持ってる人とか見つけた時めっちゃ嬉しくない？嬉しい。なんかあれ結構見える、うん、見えるのよ、すごく鮮明に。だから確かに誰か味方に、味方に。マヤは高さを合わせるだけって書いてある。今すごくいい話してたのに。すごいダメ出し書いてあった、コメントね。あ、じゃあ10枚数えず高さ合わせろよってことですよね。へいへい。なんだっけ。幸せを感じる瞬間ね。そうね、そのね、タオルとかね、うん、なんかさ、あの中に自分の味方がいてくれるんだっていう安心感はもうすごい大きい。あ、頑張っていいんだって思える。そのなんかライブとかでそうタオルとか見るじゃん、うん、後にさ、オンラインミート、あ、ミートグリル、うんうんうん、あ、グリルじゃない、いつも間違えちゃう。オンラインミート&グリル、あ、違う、オンラインミート&グリル、ミーツアン、え、なんかミーツってえ、なんだっけ、あ、ミーツ、え、ミーツアンドグリート、ミーツアンドグリート、え、合ってる、違う、ちょっと言ってみて。え、ミーツアンドグリート、え、待って待って待って、分かる、ミートアンドグリート、ミートミートアンドグリート。え、何話そうとしたか忘れちゃった。違うよ、だから後に、あ、後に来てくれると、うん、なんかすごい嬉しい。わかる、直接喋ることができて、うん、本当にね、うん、なんか10年もやってるとさ、うん、
なんか本当にそういう自分の味方がいてくれるんだっていうのだけで、あ、頑張れる、もうちょっと頑張っていいんだなって思えるのはすごい最近思うの。なんか日に日にいろいろ考えるじゃない、やっぱ10年目だとさ。でもだってめっちゃ多いと思うよ、まあやそろそろ行くんじゃないかって思ってる人もう多分これ生配信だから、まあやわかるよ。でもいっぱい考えちゃうの。そりゃそうよ。だけどそういう風に少しでも自分の味方がいてくれるってだけで頑張れるよね。本当に頑張れる。何度ミート&グリルで泣きそう。ミート&グリートだよね。グリート。グリート。ミーグリって言っちゃダメなのこれって。いいよ、いいよとか。なんかさ、言い方あれダメなやつあるよね。なんかでもミーグリで。ミーグリで、そう。そうすごい嬉しい。なんか本当高さ合ってんのかなこれ。でもね、ちゃんと合ってたの。1枚足りなかったら本当に足りてない。高さ合ってる。やばいやばい、これ本当に大丈夫？このすごいことになっちゃう時間が。でもね、分かった。あ、ちょっと難しい。あ、ちょっと手が震えてくる。この隙間を。でもね、これをずっとやってたら、ちょっと私たち本音すぎてダメって言われるかもしれないから。なんかでも本当に生配信だけどさ、うん、夜だしさ、うん、なんか。いっぱい言っちゃうよね、言いたい、なんか、うん、溢れちゃう気持ちが。よいしょ、難しい、高さ合わせるの。前交代してる逆にね、はい、交代しようじゃん一回気分転換一回交代。あ、でもさ、うん、違うよ、こんなに溜まってるから多分うちらはおのおのでこう積み上げてた。あ、なるほどね。どう、そうしようか。間違えてない、そうしよう。じゃあ一回これを積み上げよう。そうしよう、オッケー。でこれはもう一回こっちに移して。そうだね。うわあ、メダルゲームを思い出す子供のことやってる。よし、一回積み上げます。よいしょ、ふう、よし。これさ、もうさ、ガシってさ、行ってさ、こう、あ、たこ焼き器みたいな。え、どういうこと目分量っていうのかな、なんか、え、これさ、ずっとやり続けたらさ、感覚でわかるんじゃない、うん、はい、これもう、あ、10円ですって。え、10円すごいすごいすごい、え、すごいすごいよ、見た今のすごい、もうプロ、プロじゃ10個なんとなく。え、うちらじゃあ誰か小銭貯めてる人いたら私たちにぜひ依頼してください。え、これはね、まあ、もうちょっとかな、あと1枚ぐらいかな。いいよね、トランプ持っただけでさ何枚か分かる人いるよね。日村さんそうだよね。え、なんかすごい上手だった気がする。高さ、あ、1枚ダメだ。え、でもまあや、この方式いいわ。 1個ずつ数えないでも、これ少ない気がする、ね、これぐらいだな。でいく、ちょっと1円いただいて、うん、あ、もうや、もう終わる、終わっちゃった。あっ、掴み始めたよ。じゃあさ、まあや、4、5、6、7、8、9、10、すごい、お、いいね、いいね、高さ一緒だ。あ、もうちょっと必要な気がします、これは。おっとっとっと、どれぐらいかな、じゃん。お、やっぱ1枚多く見積もっちゃう癖があります。へ、あ、いいね、すごい、これでいけるね。1回100円、今ひなゾーンに入った気がする。100円を1回、これぐらいかな。よいしょ、ちょっと疲れちゃう、ごめん、まあや、ほんとにごめん。そうそう、違うのよ。2、4、6、え、2、4、よいしょ。え、でも高さ合わせるの難しいな。おお、え、結構来てるよこれは。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、
お100円の10枚結構これぐらいかな、いやあと1枚ぐらい、これぐらい、いけどん、あら多すぎた、1個多かった、やっぱ1個多くなるね1時間半やばいね、まあ、いや本当に疲れてるのに、疲れてないよ嘘だそれはあと2人ぐらいメンバーがいたらもっと早かったかな、ちょっと誰か見てる人は来て、メンバー誰も見てないかなみんな昨日の疲れでガチガチのプライベートだったら電話して呼ぶのにな呼び始めちゃう助っ人絶対来てくんないよね、わかんないけど、だって小銭数えてんだもん、ひたすら今から見始めてくれてる人いるかな、今3年分私が貯めた小銭貯金をひたすらね生配信で数えてます、1円持った後の50円重っ指先の感覚がよいしょ、これぐらいかな、よいしょ、時間半、何誰か来てくれんの、ちまとまえに見てるよって伝えて、来て、マナちゃん見てるの、あのお願い来て待ってるよマナちゃん可愛いパジャマいっぱい持ってるじゃんぜひ一押しのパジャマで待ってます、嬉しい、ありがとう、ありがとう、マナちゃん、マナツが見てくれてるの嬉しいな、あの漏れなくね、キンパとかもあるんでぜひ待ってます嬉しいね、見てくれて、嬉しい、やっぱまなちゃんってそういうの見てくれてるんだね、はあ、じゃ待ってるね、まなつ電話しようよえ電話しよう、ちょっとじゃあかけてみる、ちょっと前持ってきて、うん、よいしょ、ほっ、これスピーカーにしていいの、いいよ、真夏今からかけるからね、あ、来たかけるよ、真夏、あ、待って、スピーカーになってない、あ、ヤッホー、ヤッホー、 あ、聞こえる、みんな、もうちょっと、みんな、前行ってみて、あ、待って、この YouTube の音入っちゃうか、私音切るね、オッケー、もしもし、もしもし、え、来る予定、来る予定だよね、え、なんで、大変そうだね、え、めちゃめちゃ大変だよ、どう、ね、でも声入ってる、あ、本当だ、反響してる声、本当だ、あ、今聞いた、聞いた、ありがとう、可愛いパジャマっていっぱいあるよね、まなちゃんってみんなに聞こえてるかな、まなちゃんの声、まだもう一度近づけてみ、聞こえてる、あ、よかった、じゃあ来てもらっていいですか、本当に終わんなそうだね、じゃあ待ってていいやばいそう、やだって言われた、でも嬉しいよ、見てくれてて、じゃあ見てて、真夏見届けてね、大変そうだから言ってあげたいぐらいの気持ちだよ、あ、じゃあ本当に来てもらっていいですかあの待ってるんで、あ、でもメイクとか地メイクになっちゃうんですけど、あと自腹で来てもらうことになるんですけど、お金数えに行くの、はい、あのキンパはあるんでキンパ、あ、ちょっとキンパ食べたいけど、じゃあ行ったらそのチマンの貯金全部もらっていい、どうしよう、それはきついどうしよう、それじゃあ出演料みたいな感じで結構もらってくな、出演料結構払ってるな、そしたらじゃあ応援してて、真夏ちょっと応援する、本当に応援する、うん、うん、でも本当に暇だったら来ていつでもウェルカムなので、わかった、っとありがとう、ありがとう、真夏、うん、バイバイ、ごめんね、ありがとう、お疲れ、はい、はぁ、あ、元気出た、嬉しいね、嬉しい、見てくれてるんだね、いい感じに100円がね、あ、本当、あ、すごい、100円すごい、よいしょ、真夏ちゃん
もう会いたい。きっと今頃パジャマに着替えてるんだろうな。メイクし始めたかな、マナちゃん。でもマナちゃんメイクしなくてもね、可愛いよね。お肌も綺麗だし。見てる真夏に語りかけてる今。すっごいプレッシャーだと思うからそろそろ言うのやめる。嬉しい、でも見てくれてるの。よいしょ。誰かまた。誰か見てる人全然メールしてきてね。メンバーいないかな。全然後輩ちゃんとかでも。そうだよ。お電話。呼び出しの電話。呼び出しの電話が怖いね、この時間にさ、ひながさ。もしもし。後輩ちゃんにさ、何してる？今から来れる？断れないね、そう、かわいそう。小銭数えるんだけどさ。よし。1,2,3,4。チキンならあるよ。6,7,8,9,10。よいしょ、1,2。みなみ何してんだろうね。レオシェイ。みんなにもう夜のテンション。アスカとか何してんだろうね。アスカ、あ、ズーも。あ、ズーは？ズー絶対暇だよ。ズー何してるかな。暇だよとか言ってごめんね、ズー。でももうみんな疲れてるよね、昨日のさ。なんでって言ったら。よいしょ。今は1,2,3,4,5,6,7,8。あ、ちょっと待って。あれ？シンとと不安になって数えちゃう。10枚あるから。あ、ちょ。やばい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 。やばい。これ崩れたらやばいね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,2900円。2900円。嘘だ。え、2,900円じゃないの。え、待って、もう分かんなくなっちゃった。100円。900円じゃない、9,000円。何？だって100円。あ、違った。100円玉が29個あるの。20万。いや、だって2,900円だ。29万。違う、待って、なんかもう分かんなくなっちゃった。本来ならできる計算。そう、本来ならできるの。待って、ま、え、で、待って、でもスタッフさんも分かんなくなっちゃってる。もうこれがもう1万円。え、数見てんの。かける、かける。これもういっか、もう何枚とかもう一回後でにしよう。ずーちゃん、ずー、もうえん、ずー、ずー、ずー見てるの。見てない。なに、ね、何よ。なんで、ね、何って。ずー何してると思う、まーやとひな。え、あれでしょ、なんかや、あれがやってんだよね、今日。なんだと思う。何をしてんの？2人で。何だと思う？待って、かれこれもう1時間半生配信してる。そう、本当は9時ぐらいに終わる予定だったの。え、そんな、え、な、あのね、ちま、うん、がね、3年間ね、小銭をね、13キロ超えの小銭を貯めてるの。それを生放送でね、今、いくら貯まったか考え、あの、数えてんの。それが今日で、なんかの告知、なんかのさ、宣伝みたいなやつをしてすんのかと思ってた、今日。違うのよ、ずー。そう。で、まあ、ずーちゃんならこの配信を今見てるだろうと。何してたの、今。もう、あの、寝てた。え、寝てたの。じゃあ、パジャマだ、今。そう、パジャマ。え、私たち今ね、パジャマで配信してるのよ。最高だね。そう。でもまあ寝てるならね、いや、ちょっとあの一緒に数えないかなって思った。足りないの？人手が足りないの？人手が足りなくて、もう朝まで、あのね、数え切るまで帰れませんなの。そう。
ずこれを機にすっぴんをさ。そうだよ。もういやいや、髪の毛すっぴんとかじゃない、髪の毛もボサボサだし。聞こえてる。そっか。今から向かってでしょ。絶対間に合うけどさ、朝までには間に合うよ。頑張って考えてる。やることもないしさ、この後。あれ、ずーちゃん。でもさ、でもお金数えるんでしょ。みんなそこなんだよね。あのね、まなっちゃんがね見てくれてるらしくて、まなっちゃんもちょっとあのよかったら来てって言ったんだけど、ちょっと来なさそうなんだよね。誰も来てくれなくて。もういいんじゃないの、あのここまでって言ってさ、うん、あもう終わらせちゃって、銀行に、うん、もう大正論言ってる。でもちょっと、でも何円玉だけ数えたら、ね、それでさ許されると思う。許されない。なんかあんじゃないの、自動のビューってやつないのかな。ないんだって。あ、ないんだ。うん、頑張るね、ズー。じゃあ、いいよ、じゃあ来てくれないんだったらもういいよ、ズー。ズーはこれっきり。普通に仕事あるじゃん、みんな。とか、明日。車だらけで。明日の生配信までに、あの、終わらせようとしてる。このミニライブ前に。どう、手伝いたくなった？なってない。でも3人、徹夜が3人増えるだけじゃない？確かに。分かったよ、ずーちゃん、ね。ごめんよ。いや、もういいよ。頑張ったよ、1時間半も。もういいんじゃない？もう。あ、じゃあ。じゃあね。バイバイ。じゃあ、またね。じゃあ、バイバイ。バイバイ。ね、結構いいペースで強引に切る。もう来ないことが分かったんで。あ、でもちょっとなんか気分転換になったね。ね、やっぱメンバーの声を聞くと頑張れるね。頑張れる。ギアが上がったよ今。結構ね、うん、電話中に頑張った。聞こえてた、チマがチャリチャリと頑張っている音が。さ、黙々と頑張っていきたいと思います。頑張るよ、ここから。よいしょ。よいしょ。ふう。うん。じゃあマーヤに。あ、50円玉いただこう。あ、あ、そうか。オッケー、オッケー。じゃあこれ入れちゃう。あ、待って、いっぱい。あ、ありがとう。ごめん。さあ、皆さん間もなく。じゃあここから見始めた方、はい、どうぞ。何をしているかな。私たちは。約3年貯めた小銭貯金を生配信中で数えてます。いくら貯まったのか。島がね、そう、13キロ約13キロ貯めてるから。よいしょ。あ、よし。なんかこれ積み終わったらまた終わりが見、終わりじゃないか、まだ。多分まだ終わんない。え、すごいね、もうさ2時間もうすぐで行くんじゃない？え、はあ、ブレイクタイム。これ一個多いな。ちょっと飲み物。まあ、ありがとう、本当に。よいしょ。おいしょ。はい。いくらになってるかな。お、ちょっと。お、ごめんなさい。何のアラーム？よいしょ。今10円玉数えてる。あ、じゃあコメントで
何 YouTube の企画でやってほしいこと募集するからみんな教えて何か何がいいかな。よいしょ、私たちが数えてる時にみんなからの案をどしどし待ってます。あ、よいしょ、 OK、 よっしゃ、お願いします。このお椀が、あ、一回マーヤに託そうかな。あ、10円もらっちゃう、うん、それでもう一回仕分け始める。あ、ありがとう。なんかでもいい感じに半分ぐらいかな、やっと。よいしょ、よいしょ。おうおう、今ね、YouTube で10個ぴったり載せれた。え、気持ちくない？その時プロになってきた。その瞬間感動するよね。感動、ちょっと分かるもん。あ、ちょっと多く取りすぎちゃったなみたいな。1枚多かったかなとかで、あ、やっぱ多かったって分かるの。すごいすごい。え、何、ごめん、遮っちゃった。今 YouTube でメンバーにやってほしいことを、うん、コメントでみんなから今ね募集してるところ。え、私さ、ずっと、え、てか、え、なくなっちゃった企画言っていいの？ダメじゃない、それはダメだよ。あ、ダメ。まだまだ、だってやるかもしれないから。あ、そっか、そっか。そう、今一旦いろんなあれがあるから。生配信って怖い。まあ、いや、怖い。でも私ほんと生放送向きじゃない、絶対。あとさ、この小銭数えがね、いつもより私たちをね、 IQ 低くしてる、おバカちゃんにしてる、多分。これ以上低くなっちゃった、やばい。怖いからダメだよ。あれやりたいってずっと言ってんの。私はドッキリ。何のドッキリ？メンバーにドッキリ。誰にさ、やりたい？一期なんか、まあ、後輩にもしてみたい。4期生ちゃんとか。でもだってされたことあんまないと思うよ。後輩ちゃんへのドッキリは何がいいかな。なんかみんな怒るとかいうの嫌なんだよね、絶対。あ、そういうなんか悲しくなるやつはやりたくない。そういうのはやりたくない。なんかハッピーな。なんだろうね。え、マイヤがほくろ足してくるやつ。いくちゃんとやったやつね。いくちゃんとやったやつ。でも意外とみんな気づいてくれなかったんだよ、ほくろ足していくやつ。で、なんかあれ結構好きなんだよね、みんな。結構いくちゃんが思い切って大きいほくろ描いちゃったもんだからさ。私はほくろ描いたまま帰宅したもん。住人に会うと恥ずかしかった。でも今日はこれで帰るから。お家まで。そうだよ、何をしてきたかと思われちゃう。あの子パジャマでどっか行ってたんかなって。よいしょ、結構楽しかったな、ドッキリ。忘れた頃にやるといいね、みんなが。確かにね、なんかやりたいな。心霊系とかは絶対怖いじゃん、やられた方は。でも心霊系面白そう。なんかさ、難しいよね、うん、普通に楽屋でプチドッキリはなんかいつもや、なんか何回かやってた気がするけどさ、覚えてない。覚えてないよ、ね。まあ、やって笑った記憶しかない。よいしょ、なんか、なんだろうね、なんかやりたいな。よいしょ、よいしょ。ふう、これが半分ぐらいかな。やってことは、終わるのが。これは12時回りそう。ちょっと頑張る、早くするね。もう終わらないから。あ、ごめんなさい。ねえ、お手伝ってもらう？うん。お願いしよっか、じゃあ。マネージャーさん。ゆるゆるりん。お願いします。お銭一緒に数えて。ごめんなさい。じゃあ、ご縁担当してください。シカちゃん。シカちゃん。あのシカちゃんに。シカちゃん知ってる方は知ってるはず。うん。なんか10枚をここに並べていくの、うん、でも高さ、手袋10枚の高さ、うん、ね、あ、手袋をやった方がいいかな。あ、じゃあ、よいしょ、
よいしょ。ごめん、めっちゃ素だ、素というかなんか無心だった。無の、すごい。え、ちょっと待って、まみこの量見せてあげて。皆さん見て、ちょっと1回前行くね。みんな見て、まだこんなにあるよ。あと何キロかな。よいしょ。よいこらせ。おー、すごい、ちゃんと高さぴったりで10枚だ。5円、あ、じゃあ次は、うん、5円をお願い、お願いします。とりあえずこれを、10円玉が圧倒的多いね。うん、よいしょ。やばい、とうとう 無言になっちゃった。みんな、なんかじゃあ読む、はい、続いて。待って、え、なんか分かんなくなってきちゃった、高さ。え、ねえ、100円の高さ違くない？これ多分違う、これ。え、待って、分かんなくなっちゃった。これが1個で、うん、これ1個でらない？あ、違う、こっち、これ低くない？ちょっと待って、右が多いんかな。え、あ、違うわ、1個足りないんだ。1個足りないんだ。あ、そしたらこの3つ足りないんだ。あ、今取っちゃったんだ、今の、うん、あ、そうだ、ぴったり。あ、ほんとだ。あ、うん、難しい。あれ、これが多い。数えてみたら中に入っちゃった。なんか斜めってる。斜めらないよね、お金って。なんで斜めになってる。1枚1枚、うん、なんか斜めになってる。あ、ごめん、ありがとう。10円玉、10円玉、おい、1円、じゃあここに2人、よいしょ。100円を、はい、はい、あ、1個折れたね。なんか、あ、いい感じ。よし、よし、なんか喋る。喋らなきゃなんだよね。でもね、ちょっと待って。500円を割った。割った。よし。おいしょ。え、シカちゃんがめちゃめちゃ早いです。マヤ、何のアラーム？見たいドラマが11時前のアラームでした。ごめんなさい。まあ、いや、ごめんね。まさか中止になるとは思わなかったよね。もうすぐドラマですよっていう感じです。すいません、見てる人もどうかつけといて。もう結果だけ見てもいいけど、つけといて。確かに、あの、視聴率高点です。本音が。これ隠さず言うとそう。そうなの。こんなにかかると思わなかった。もう言わない。つけといて。声聞いて。見てなくてもいいから。あ、10、ぴったり。お、もう仕分けさえ終わったら、みんなもう稼いしなきゃ。え、これ、あ、ぴった
すごくない？だって2時間もさ生配信ってさ、そうだよ、すごいね。一番長くなるんじゃない？今日。あ、1円が終わりました。はい、すごいすごい。どうしよう、じゃあ、じゃあもらっちゃおうか。あ、うん、一緒に仕分けてもらおうか。よいしょ。ごめん、重いよ。やっぱりさ、一人増えるだけでいいね。うん、それか、めちゃめちゃ早いか、マネージャーさんが。おおおお、どうしよう、こんだけやってそんなにいってなかった。大丈夫大丈夫。わーわーわー、はあ、10円の量すごい。もうそれね、 5回目ぐらい。ごめん、なんか本当にでも思うよね。みんなもずっと思ってる、それ。よし、これで、じゃあこれ一回積もう。よいしょ、これを積もう。もう十時だ、困っちゃう。でも夏休みだよね、きっとみんな。うん、だから夜更かししちゃった。何？いや、みなみからね。え、みなみ？何？応援コメントを声で送ってくれることになった。え、みなみが？声で今。あ、電話できるの？イエーイ！電話じゃないの。え、あ、ボイス？ボイス送ってくれたの。え、みなみが送ってくれたの？うん。え、みんな聞こえる？じゃあ静かにしとこう。知ってるもん。言ってたもん、小銭は数えたくないって。でも応援してくれてるって。ありがとう、ありがとう、みなみ。だってね、みなみはもともとね、その小銭数えるんだよって言った時に、あの、じゃあウーバーイーツの宅配やるって言われてるんだよね。もう、うん。まあ、大丈夫。ハイテンションになっちゃった。おかしくなっちゃった、小銭数えてきて。大丈夫？嬉しい、でも。いや、意外とみんな見てくれてるんだね。ね、頑張ります。よいしょ。いや、声も可愛いね。癒された。癒された。ありがとう。これさ、机の形が待って待って、机の高さ違くない？これ、え、もうなんか全部の高さが違う。机の高さはこの、こっから高い。ってことは向こう岸高い。向こう岸は高い。え、私は分かったよ、向こう岸高いって分かったから。向こう岸は向こう岸で10枚買ってた。あ、よかったよかった。びっくりしちゃった。うん、今から向こう岸行こうと思ったのよ。あ、よかった。そしたらなんか泳いようと思って。はぁ、あ、もうおかしくなっちゃう、頭が。はい、あ、じゃあ10円私も入れよ。じゃあこれが5円で50円お願いします。はい、よいしょ。やばい、本当に今本気モード。すごい、
よいしょ。ちょっと見せて、マネージャーさん気合いが、ちょっと見せて、なんでそう破れたので、なんでそこが破れるの。え、ここ先じゃないんだ、ここなの。すごい頑張ってくれてるから、今マネージャーさんがだって早いもんね。うん、よいしょ。私たちも破れるまでやんなきゃ。そうだね、はい、よし、はい。なんか工場で働いてる気持ち。細かい作業だね。細かい作業。よいしょ。すごくない？2時間だよ、まあや。まさかの2時間っていうね。でもあと3分の1でもこれ、あ、3分の1、うん、これやったらでも達成感すごいと思うね。うん、ちょっとでもスピードを上げなきゃ。おいしょ、よし。お、いい感じに。よいしょ。こちらも、はい、一緒。オッケー。これやってる間に登録者数100万人じゃないかな。え、減ってたら怖いなって思っちゃってるんだけど、減らないよね。減らないですか？99とかになってない。大丈夫？なんかね、さっき思ったの、減ってたらどうしようって見てらんないって思われてそう。大丈夫？平均？減ってはない？あ、よかったよかった。まだ50万のまま。2、4、5、6、7、8、9、10。減ってたら結構ショックかも。え、減ってたらもうやばいよ。もう一旦 YouTube 出るのを休憩する。私は出ないです。なんか怖すぎて言えなかったもん、さっき。ガチで気になっちゃって、うん、なんかどうしようって。よいしょ、ちょっと。いや、50万ってすごいよね、うん、よいしょ。お、なんか軽くなったよ、だいぶ。よかった。よし、あ、すごいね、こう見ると。そっちとか合わせると、いや、すごい縦長。よいしょよいしょ。なんか質問やる？質問やろか。大丈夫かな。毎日欠かさずやっている日課はありますか？って質問が来てます。毎日欠かさずやってる、欠かさずやってる、欠かさず、なんだろうな、欠かさず。なんだ、あれなの、あれだな、あの、今日は誰の誕生日、誰か誕生日かなって見るから、メンバーでさ、よくさ、うんうん、みんなでさ、おめでとうって、いあの、ね、連絡し合うじゃない、うんうんうん、だから確かに、今日は誰か誕生日かなって、おめでとうって言ってくれるもんね。なんか欠かさずじゃないかな、なんかもうそろそろだなってわかるじゃん、なんか誰のメンバー、うん、確かに。すごい、乃木坂だったら知ってるイメージ、うん、大丈夫かな。
はいはいはい、かずみが行こうかって。ねえ待って、泣いちゃうよ。本当に電話する？え、する、いいの？え、ねえ、やっぱり2って本当に、え、2？ え、すごくない？すごくない？ちょっとズーリー、え、ちょっと待って、あ、待って、今ちょっとスピーカーにしていい？え、本当に？なんか食べてる。え、ねえ、ズー、待って、あ、それだ、ズーリー、あ、ねえ、無理なんだけどさ、うん、歯磨きしてる？歯磨きしてる。すごい通が今。え、これって放送されてるよね。されてるよね。なんか怖い怖い。ね、怖いよね。でもさ、ずっとやってるとさ、うん、感覚がさ、うん、じゃあちょっと、あ、誰もいなくなっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、そうそう、でもすごい、ちょっと、ちょっと待って、これはすごい、ちょっと待ってね。いなくなっちゃダメ、とりあえず。これさ、よいしょ、これさ、記念に写真撮りたい、うん。自由、自由、よし、ちょっと張り切って仕分けします。乾いちゃう。いいよ、マヤ飲んでおいで。これも持って。でもひな絶対この企画がなきゃ、うん、もう多分ひなこれプライベートではもう数えらんない。いや普通銀行に持っていくんよこれって。しかも生放送で1枚ずつ数える人いない。ずっと心の中に思ってた、言っちゃダメって思いながら、なんで銀
てたの？もしもし。あ、歯磨きしてる？歯磨きしてる。なんでみんな歯磨きしてんの？え、行こっか？え？ま、え？カズメ行こってるのみたい。え？来て来て来てよ。待ってるよ。浦安駅下車までね。ごめん、終わっちゃってても大丈夫。え？終わらないと思う。終わらないんだまだ実は。ごめん。分かった、急いで行くね。ありがとう、嬉しい。あったら思いっきり抱っこしちゃいたい。あとでね。イエーイ。すごい、やっぱ嬉しい ねやっぱ最高、みんなメンバー最高。嬉しい、はあ、じゃあ休憩しようでもそうだよ、せっかく来てくれるのに終わっちゃってたら申し訳そうだよね、じゃあちょっと休憩してもいいよねキンパ食べる一旦キンパ食べる。いや私たちさ、だって夜ご飯食べてこなかったもんね。そうなの、今日はねゆっくり数えて食べながら飲みながらやろうと思ってたから、2人ともお腹空かせてきちゃったのよ。 そしたらこんなに大変だったとは。じゃあでもすっごい小銭の前で食べることになるけど大丈夫？え、いいかな、一回食べていいかな。じゃあさ、取り皿に取って、うん、おのおのそこ持っていこう。手洗ってね。ちょっと手は一回洗おう。あ、チマが持ってる。あ、こっち？まあ一回拭いたら、お手で。手で今。あ、拭いた。うん。よいしょ。嬉しいね。はい。ほい、まあ、や。Thank you!えね、コメントってどんな感じで来てるの？これちょっと一旦現状教えてほしいえ、てかリアルタイムでさ、コメント見れないんかな？なんか見たかったね。あ、タブレットねえ、まあや、まあや、危なっかしい生配信だから私って本当に生放送向きじゃないのえ、見れる？見れる。え、これ持って出ていい？持って出ちゃダメ。これどれが最新？あ、じゃあ私が読み上げたいと思います。はい。キンパカズミンに残しておいてやれよ。はい、ごめんなさい。はい、でも歯磨いてたもんね。歯磨いてた。まあまあまあ、でもいっぱいあるから、うん、まだまだあります。え、みんな怒ってない？早く。あ。一気の絆になんか涙出てくる。 ありがとう。本当だよね、うん、椅子を用意しないとはい、もちろんです待って、働け和田まーやって書いてる人。あ、そういうコメント受け付けてませんのでまーやだ私結構働いてる。まーや頑張ってくれてたもん、本当に。まーやが怒っちゃう、プンプンだよ。はい、ゲレゲロピーですほら、マネージャーさんも休憩しようって書いてくれてる。あ、そうだよそうだよね。はあ、結構コメントがありすぎていっぱい書いてくれてる。あの1分間にありえん数来てる。え、嬉しい。だってそれぐらい見てくれてるってことだよ、うん、嬉しい、ありがとうございます。頑張る。ちょっともう一回やる、ちゃんと。嬉しいな。嬉しい。なんかコメントが本当早すぎて。うん。でもさ、そんなに見てくれてる人がいるってことでしょ？あ、まあや見てるってコメント見てます。おお。コメントが早すぎて本当に追いつけない。嬉しい。でも見てます。まあやが今。マーヤどこって、あのね、これを持ち込めないんですよ、そちらに。下で見たらダメか。ひなちゃん、ショートカット似合う。ありがとうマーヤ、こっち来たら。あ、このお二人最高だって、嬉しい。嬉しい。すごいいっぱい喋ったもんね。あ、ね、すごい嬉しい。ある意味、46時間テレビよりも面白いかもだって。それそんなことはないか。嬉
嬉しいけど、なんかありがとね、そんなちゃんと見てくれて。この数えてるだけなんだけど、ごめんね。あ、じゃあ私がこれを1ミリも映さないようにやったら嬉しい。前やら来てくれた、イエーイ。じゃんじゃんじゃん、せっかくね見てくれてさ、コメントね。待って、まえちょっと、まえ夜のテンションすぎる。じゃあこっそり見たいと思います。はい。あ、日付超えてもいいよって、すごい大きな心の方が。ありがとう。手拭いたのにまた再会するの。シンガポールから見てるよって。嬉しい、すごい。57,000、そうだよ、57,000人の方が、ありがとう。もう本当に、まあ、嘘かと思うぐらいびっくりしたもん、さっき。頑張れる。57って。キャプテンはチャリで来るのって。どっちが早く来てくれるかな。確かに。嬉しいね。最初から見てるよって。ありがとう。ね、嬉しい。ごめんね、まだ寝させない多分。そうなの。ね、ごめんね。え、数え終わるまで見るよって。ありがとう。年末に B 級ニュースのネタになるなだって。なるほど。よいしょ。でもこれ2人が来てくれたらさ、相当早くなるよ、うん、早いと思う。これさ、先にもうさ仕分けてさ、一緒に10個さ積み上げればいいんだ多分。そしたら、あ、そうだね、早くみんなで終われる。あ、待って、コメントの数すごくない？1分間にさ、うわーってすごくない？すごい、嬉しい、すごすぎる。ありがとうみんな。明日オフでよかったらって。そうだ、だって今日月曜日でしょ。平日だもんね。月曜日の夜でしょ。あ、日本から見てますって。ありがとう。なんか質問とかあったりする？質問は今んところ、ちょっと待ってね。みんなコメント。かゆいかゆい。個人的に見て笑ってた。すごいね、いっぱいみんな、すごい。静岡から見てるよ、キンパ食べないよ、ひなちま休憩してって。ありがとう。終わりを見届けて寝ます、だって。まだ寝れないけど、もうちょっとだけ寝させません。でもよいしょ。あ、嬉しい、マヤかわいいって、ありがとう。名前覚えとく。よいしょ。手伝いましょうかって、優しい。モロッコから見ています。おいしょ。モロッコ、うん、すごい、すごいよね。なんかいっぱいあるよ、遠いところから。でもさ、こうやってさ遠くの方を 見てもらえるって嬉しいよね、うん、生で。食べ違った。明日会社の休み取る。一個全部読みたい、全部コメント読みたいんだけど。まあ、でも見るの、見る分にはさ、うん、読めるもんね。そう、これ終わってからも見れるもんね、コメントは、ね、もし読めなかった人はまた。最近夜寝れないからちょうどいい。よかった。これを見てぼーっと見たらさ眠くなるかな。ひなちまはワイスピが好きなの、うん、そうだよ。なんで？何が好き？公開されたから、うん、何が好き？どのシリーズ、うん、スカイミッション大好きみたいです。すごい、みんな優しいコメントしかないよ。ありがとうございます。え、待って、登録者2000人増えたんだ。びっくりした、びっくりした、びっくりした。減ったかと増えたらしいよ。え、2000ってやばくない？嬉しい、貢献できてる。え、2000人ってすごくない？すごいよ、ありがとう。ポチってしてくれた人ありがとうございます。2000人ってすごい。ここから、今から見た人いるかな。今3年貯めた小銭貯金をひたすら夜の8時からずっと生配信で数えてるの。
かもね、うん、さっきまで 5.7 万人だったじゃん、うん、まあ、1万人増えて 5.8 になってる。え、すごくない？やったー、なんか嬉しい、私イエーイそっか、いいね、これコロナだから、イエーイなんかごめんなさい、今日はいっぱい怒られたいと思います。怖いね、夜のさ、ライブの次の日の本当に誰も、あ、もうダメだ、まあや、もう喋れば喋るほどNG ワード出てきちゃいそうじゃん。うーん、あ、広島から見よるよ、だって、ありがとう、まあや、まあや、昨日のライブのさ、うん、リハでさ、うん、久しぶりにさ、うん、ナチュラルに広島弁出たよね、ブチ近くないみたいな、ね、リハでね、そう、リハで距離がね、なんか違くて、なんかブチって出たんだよ、前ブチなんとかって確かに言ってた、マイチュンが速攻突っ込んできた久しぶりになんかナチュラルなマーヤの広島弁聞いた、トレンドも入ってるよ、だって。ほんと？わかんないけど、すごい、見て見て、嘘だったらどうしようめっちゃ喜んでた、本当とか言って、まあいいよ、休憩して、本当いいよ、休憩して、なんかさ、終わらないだけだけどこれさ、でもさ、本当仕分けとけばさ、うん、で、仕分けてタワーにするのだけズーたちと一緒にやろうよ、そしたらありがとう、だからマーヤはコメントを読んでて、あのみんなが待って何あの、私ささっきさ、5.7 から 5.8 に増えてさ、え、1万人増えてるよって言ったじゃん、うん、1000人だったコメントで、うん、みんなが1000人です、1000人ですってなんか恥ずかしい、ごめんなさい、じゃあ恥ずかしいじゃん、もうお願い、じゃあ今の現実にして、皆さん1万人も増えてない1000人ね、みんなすごい勢いで、ね、もうそれしかない、1000人だよ1000人ね、それは1000人では、あ、5.9 万人になった、お、すごい、この1000人の話だけどもっともっと、いや嬉しい、なんか嬉しいね、6万人いったらすごくない、6万人待って、何5.9 から6万いったらすごくない、 え待って、今5万9000人だよね、見てる人が、うん、あ、びっくりした、あ、登録者あ、登録者が6万人増えたと思った、え、待ってどういうこと、え、前さっきから何、どんな話してたの前は見てる人の数の話なんだ、嬉しい、でも嬉しいけど、てっきりちゃんなる登録のかと思ってた、違う、なるほどね、ごめんなさい、嬉しいね、でも、はい、あ、6万人いった、イエーイ、え、すごくない、嬉しい、え、なんであれなんていうか、え、だってなんでって感じ、こんな長くやってるからだよ、多分今休憩中、あっちも分かんない、だってこんなにお金が、はいはいはい、本当かわかんないけど急上昇1位だって、なんで本当か、え、ごめん、私さ、乗せられてるこれえ、どうなの、それは嬉しいよ、もしそうだったら、え、マーヤ仕事してってきた、してるよ、十分、マーヤはコメントを読んでくれてるのでもうちは本当に休憩してる、ね、大丈夫、だってさ、こんなにやっててさ、コメントいっぱい来てくれてるのにさ、うん、読まないの申し訳ないから、うん、何みんな面白いなと思って、え、待って、何何何何何6万人から5点9人減っちゃったって6万人から 5.9 になった、もう寝るって、もうみんなもう寝るんだよ、やだやだ、戻ってきてどこに行っちゃったのダメだよもうさ、包み隠さず言うよね、うん、もう素直に言う、あ、6万人いった、戻ってきた
けてそれ。僕マジよかった。一瞬どっか行ってたでしょあなた。そこのあなた見てるから。あ、やばい出してた。いいよ。もうもはや。すごい、マーヤ監視してたよ、誰も。分かった。みんな逃げないように。5.9 にならないように見てるからね、私は。マーヤが監視してるから。しかも待って。何？あ、急上昇1位本当だって。本当？え、またこれも嘘？嘘は誰も、本当だって、嘘は誰も言ってないのよ。え、待って。何？世の中すごい。何？このほんのちょっとで 6.1 位になった。すごい。テンションやば。ねえ、すごくない？すごい。だって、マーヤ明日言語変わるよって。それ嘘でしょ？嘘だよ。もう。さすがにそれわかる、私も。え、すごいね。嬉しい。ヒカキンさん見てるよ。嘘だ。嘘でしょそれ。ねえ、誰が嘘？あ、もう嘘はやめて。本当に。本当に素直に喜んじゃうから、喜ぶし落ち込むから。そうそう。めっちゃ笑ってんじゃん。何？一瞬6万人になってまた戻ってきた。絶対出たり入ったりしてる人いるはず。そりゃいるよ。だってもうさ。むしろ戻ってきてくれてありがとう。 6.2 万人になった。イエーイ。やばい、マーヤこれハイになっちゃうよ。って言ってる間にズーたち来そうだよね。来るかな。すごいね、みんなすごい。やっぱすごい SNS ってすごい。みんなの力はすごいよ、うん。このコメントも監視して見てるよ。マヤが全部一個。今一個ずつ見てるから。一人一人出たり入ったりも一人一人見てる。テンション上がってばらまかないでね。え、そうだよ。確かに一番怖いそれ。それめっちゃ怖い。いい助言。え、それにさ、マヤ一回それ入れちゃうね。え、ね、本当にヒカキンさん見てるらしいよ。え、でもそんなわかんないか、わかんなきゃないか。え、それで、ね、どういうこと？嬉しいって思っちゃうから、ね、私よくわかんない。よくわかってないからさ、この仕組み。はぁ、汗かいちゃった、もう。もうなんかどれが本当かわかんなくて、拾って大きい声で喋られなくなっちゃった。よいしょ。面白いなった？なんかどれが本当でどれが嘘か分かんなくて、もうなんか見て。なんでさ、これってさ、誰が見てるなんて分かんないよね。あ、このは、え、ハッシュタグ決めようだって。もうね、ひなちまーやじゃない？ひなちまーや乃木坂、あ、ひなちまーや小銭数え中。いいじゃん、いいじゃん。まあ、じゃあ、ハッシュタグ。ハッシュタグで書いてみ。シャープだよね。でもさ、ズーたちも来るよ。あ、一回でもとりあえず二人で。じゃあ、一旦ね。一旦じゃあ。これだよね。ドン。乃木坂数え中の方がいい？ドンドンで。乃木坂数え中の方がいい？どっちが？あ、引いてか。あ、じゃあもうそうしよう、とりあえず一回。配信中じゃなくて数え中。小銭、え、小銭数え中。あ、やちまや数え中だけにしようか。数え中。短い方がいいね。数え中。え、漢字でかね。あ、もう漢字で書いてるよ。ごめん、まあや。絵だよね。うん、合ってる。え、なにこれ。数え中。うん、中。伸ばす？うん、これでいい、これでいい。これ。こちらです。ひなちまーや、見えた？ひなちまーや数え中、お願いします。お願いします。でもさ、この 6.2 万人の方が見てくれてたらさ、うん、やっぱ影響力がすごいと思うんだよね。みんなすごいね。そうだね、この見てくれてる方が。じゃあみんな一斉に、みんなじゃあパワーをちょうだい。書き込んで。じゃあ私がトレンドになれ、つぶやいて、この魔法が叶うはず。お願いします。
何減っちゃった？一回 6.3 になったのにまた6.2。 いやでもだって2時間半よマーヤ。てかなんかこんなに大人数が見てくれるなんて思ってなかった、ね、あの小銭数えてるのをあすごいみんなドンに反応してくれてる。黙々とやっちゃった。今一瞬すごい黙々と。じゃあ一回3分の時間を与えます。誰に？全員に。一回まず3分の時間を無言になります。私は黙々と数えるので、あのひなちまや数え中を皆さん一気に書いちゃってください。ほら効率よくない？効率じゃあでもやってみてほしいね。それ3分よーい、みんなお願いします。よし、当て袋しなきゃ。これがいい。あ、でもこれタクシー安定手でしょ。タクシー安定手でしょ。じゃあ3分経ったら教えてください。今1分ぐらいかな。5円にじゃあ、うん、ありがとう、はい、よいしょ。おうおうおう、あ、難しい。これダメだ、分厚い。本当に無言で頑張ってます。でももうすぐ3分だと思うよ、多分。嘘。3分？3分経ったかな。経った？まだだって。まだ？うん。今どんな感じになってるのかな、みんな。この魔法かからなかったしちょっと悲しいな。お、3分経ったって。あ、ね、これでさ、トレンドになってなかったら悲しいからね。完全にマーヤがもう夜のテンションすぎてひな心配。コメント、あれちょっと待って、もうちょっと5円玉数え、うんうん、今ゾーンに入っちゃった。ゾーン、でこの5円玉の1列が終わったらコメント見る、うんうん、5円玉は5円玉でも色が違うんだね。綺麗なやつさ見つけるとちょっと嬉しいよね。嬉しい。何年に作られたかちょっとチラ見しちゃう。わかる。あと自分の生まれたさ、年のさ。わかるわかる。レジとかで使いたくない。あ、キンキラ。いつそれ？令和元年。そんなに？嘘。今3年ですよね。あ、そっか。まあでも最初、まあ割と新しい。3年のやつがあったらさ、すごいな。あ、これもキンキラ。すいません、平成16年。もっと輝き、桁違いなんだろうね、きっと。すごい綺麗なんだろうね。え、うん、よし。じゃあちょっと一
ったね。え、つぶやいてくれてるってよ、みんな。すごい、ありがとうございます。マヤが今からコメントを。3分じゃ難しいよってそっか。あ、嬉しい、ツイートしたよって、ありがとう。あ、すごい、みんなツイートしたよって教えてくれてる。島コメント拾ってって、ほら、なんか、なになに、どうしたの、どこどこ、なんかいっぱい来てる。え、いっぱい、最新の見てみる。うん、あ、でもいっぱい更新される。え、すごいすごいすごい。え、トレンド乗ったってよ、書いてるけどまだか、さすがにまだだよね。でもトレンド乗ったって書いてくれてたよ今。あ、すごいね、早いね。登録者も増えていってるって。おお、ありがとう。え、すごいいっぱいコメント、ありがとう。みんなまだ行くの。おお、怖いなこれ。そう、ズーも来るよ。まだ向かってるからね、時間かかっちゃうけど。すごい、みんな、あら、落ちちゃった、あった。あー、いっぱいツイートしてきたって。よいしょ、ありがとう、助かります、そのお力が。ねえなになんか笑ってるじゃん、なに、なんか面白いコメントが、ちょこちょこ、なに、なんか本当に面白い、みんな言えない面白いやつ言えない面白いズーが755でコメントしてるって、うん、嬉しい、ズーリンすごいやってくれて、見てくれたね、あれから。何今休憩してねって。うん、ありがとう。トレンド入り祝って書いてあるけど、あら、嬉しい。でもまだ見つけられてないみたいです、スタッフさんは。ありがとうございます。でもあれ、また踊らされてんの、私たち。踊らされてるじゃないよでも言ってくれてるならそうなんだな。違う、前の魔法がかかっちゃったかな、これは。嬉しいな、頑張れるよ。魔法使いだわ。よし、仕分けさえ終われば、あとはズーと真夏を待つのみ。まあ、いや、もう10時半過ぎたよ。なんかコメント見てたらすごい元気が出てくるなんかさ、こんなに見てくれてる人がいるんだっていう嬉しさ、なんか嬉しくない？嬉しい、本当に、ね、よし、前足分け終わったから一回ちょっと休憩しようか。あ、したい。いいの？うん、このなんかさ、この子たちだけ、これ5円だよね。あ、5円はさ、少ないから、こうしてこの辺は、すごい、一人がなんか2回ぐらいもツイートしてくれてズーノーズシャドウ濃いのかなそのネタなんかね、オンラインのやつで、うん、このズーのモノマネのメイクをしてきてくださる方がいて、うん、もう本当に面白くてズーにね、こんな人が来てくれたんだよって言うの、うん、それは私のところには来てくれてないって感じで、本物の見に行ってください。ズーの方にはまだ行ってないんだね、モノマネをしてる方が。喜ぶと思う。よいしょ。ね、待って、 6.5 万人の方が見てる。嬉しい。
すごくない？すごい。あ、ごめん。あ、今来る？ズー？どっちだろう？どっちかな？来る？え、じゃあ隠れとく？隠れる意味だよ。隠れる？いや。よし。嬉しい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 。隠れる？隠れない。前ちょっといて、ここ。よかった。いやマジで来てくれるなんて思わなかったよ。トレンド？トレンド入ってるって。やったー。本当にすごいね。よし。すごすぎる。嬉しい。SNS ってすごい。みんなの力がすごいよね。ね。すごいね。トレンド5位だって。え？すごい。じゃあそのままみんな前のインスタもフォローしに来て。告知。告知告知。ズーが来るまでに。よいしょ。よしよし。すごいね。本当に言ったらさ叶うんだね。え、 5.7 万人だって。ん？何か？今見てる人。え？すごいすごい。 5.7 万人って。おいしょ。よし。あ、違う。めちゃさん。できる始まりやと。ひなちまえ。やったー。すごいよね。すごすぎる。今知ってた。ごめん。そうなのって意味、あのファーストリアクションしようか迷っちゃった今。生だからみんな見てるから。そうそうそう。ちょっと前に知ってた。ごめんね。よいしょ。ね、すごいみんな優しい。え、これいつまでかかるかな。でももういいから朝までやって。なんかスタッフさんごめんなさいって感じ。え、4位に上がったって。やったすごくない？ほらもう どんどん増えてるよ。6.8 になってる。ちょっとさポキポキ言うもん。ね、すごいね、ポキポキ言ってる。あ、これはマッサージにかなと。よいしょ、これでなんか達成感出ちゃってる。あ、みんな前のインスタにも言ってくれて嬉しい。嬉しい嬉しい。ひなも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 まやもみんな一旦ね、一旦押すだけだから。見なくてもいいから押すだけだから。ちょっと笑い疲れちゃった。なんかさ、こんなテンションダメだよね。一回冷静なのかな。そうなのよ。これ多分明日明日反省することだ。反省。帰りの車で反省する。反省会しよう。うん、結構なだってテンションでやっちゃってる。大丈夫かな。ちょっと静かにして冷静黙祷しようかなんか。一回だってすごい。さあ包み隠さず言っちゃったじゃない、ストレートに。うん、だからちょっとなんか反省中今。確かに一回反省しないとね。じゃあ私たちの直すべき点をみんな送って。怖い怖い、それは怖い、それは怖い。そう、じゃあいいとこだけ褒めて伸びるタイプなので。直すところは、うん、なんか身振りとかで言ってもらえた方がなんかまだ確かにまだその応援してもらってる方に。そうだね、なここ直しなさいって言われた方がなんか受け入れれるね。なんかショックがなんか少ない。怖い怖いよ、もうマーヤ怖いんだから。もうとんでもないこと言い出すんだから。ごめんなさい。レナちゃんも見てくれてんのかな、書いてある。え、どこ、え、いた、うん、本当だ、レナちゃん。嬉しい。え、なんでさ見てるの分かるの。すごい、なんかさつぶやいてくれてつぶやいてくれてんのかな。755とかじゃ違う。
え、わかんない。ちょっとさ、一旦お水飲んでくるね。確かに。じゃあ、まあや待ってて。よいしょ。かわいい。もうすでに2人のインスタフォローしてるよって方もいるよ。あ、マーヤ楽しすぎて結婚したいだって。ここで婚約者が現る。マーヤ本当気をつけてよ。夜のテンションすぎるよこれ。なんかたくさんの人が見てくれてるんだから。やばいって、楽屋のひなとマーヤだからね。怖すぎる。なんか心なしか私の顔が赤くなってる時が自分でも分かる。分かるよね。何恥ずかしがってる。可愛い。いいよ。すごい、もう 6.8 万人の方が。え、避けた。ごめんごめんごめん。さっき言ったってちっちゃい声で。うん、お茶、お茶。どう、そのままでえんやで。だって優しい。優しい。この時間にそれはしみる。うん。待って、お酒とか飲んでないよ本当に。もう出しちゃったよ。あ、ねなちゃん755でコメントしてくれてるんだって。え、ありがとう。ありがとう。え、6.9 万人になった。ね、早くない？ありがとうございます。誰か操作してない？本当に見てるよ ね、 ね、そういうのは言っちゃダメだよ。もう、言っちゃダメって言ったら本当にしてることになるよ。え、そっか、違うよ、してないよ。ね、大丈夫このテンション本当に。うん、なんかね、前怖いよ、ひな。だってマネージャーさんがしっかりこっち見てるもん。大丈夫かな、なんか。え、これってダメ？こん、あ、よかった。ね、やばいって、もう夜のテンションすぎるよ本当に。でも分かってんの、なんか今日結構いっぱい失態を犯してる。そうだよ。でももう生配信だからもう言わない方がいいよ逆に。はい、そうね。そう、今から見てくれた人もたくさんいるわけでしょ。じゃあ今からちゃんとすればいいんだ。違うけど。違う、今から見てくれた方、私が3年間貯めた小銭貯金を今数えたの。はい、8時、夜の8時から。そうです。それでカズミンとかマナツとか、あとミナミとかもメッセージをくれて、ネナチも今見てくれてる、こういうこと、ということで、はい、助っ人が2人来る可能性があるから、休憩して待ってるの。はい、そうです。真夏とズーです。が今からだって歯磨いてたよ二人とも。だってズーなんて寝てたからね。そうだよ、そのパジャマのまんま来てくれるから、うん、今楽しみに待ってるところですよ今から見てくださってる方。はい、トレンド2位だってよ。え、本当に？すごい。え、待って、誰か？お？何？可愛い！めっちゃ可愛い！もう一回、もう一回、待って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 、どうしたらいい？どうしたらいい？これ。あ、それとも、ちょっと待って。面白い。え、ちょっと来て来て。え、ね、みんな嬉しい。ちょ、映るかな？ちょっと遠く行くわ。いいよ、映んなくて。映って、映って、待って待って待って。映るの？載せてないよ。ね、ノズシャドウしてきてないよ。ノズシャドウ、メイクもう待って、ベースと眉毛だけ。待って、めっちゃシャンプーの匂いする。やばい、いい匂い。お風呂入ってたのね。大丈夫か。大丈夫よ。え、嬉しい。マジで嬉しい。え、ありがとう。何これ。あ、やってるためにヘアバンド。ありがとう。え、もう嬉しすぎる。いや、ま、いや、でもね、面白かったよ。え、本当に？一人でめっちゃ笑ってたよ。私ね、YouTube ライブで、こう、なんかこう、何かをやってる人好きで、あの、東海オンエアさんの、あ、そうじゃん。夏休みのそう、宿題のやつを見てて、めっちゃ感動したの。そう、だから、私も何かやりたいって思ってたところ。嬉しい。ちょうどよかった。頑張ろうかな。結構ね、
大変よ。ね、待ってすごい 7.3 万人になってるよ。え、二人も二人の二人もありがとう。二人とも。お疲れ様。本当。マジでお疲れ様。ごめんね、ありがとう。いや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 、寝てたんでしょだって。ごめんなさい。やばい。本当にボソボソ。めちゃめちゃいい香り。え、これで寝てたの、まなっちゃんは。うん？いや、私は寝てなかった。あ、寝てなかった。これパジャマでしょ。そう。ちょっと本当はね。あの下履かないで起きたかったんだけど一歳で来たからちょっとよくわかんないリハギどういうことだ足出してねいつも見るリハギ本当だありがとう、本当に来てくれてありがとうこれじゃあ外していいかないやいやいやそうだ ね, そうだねこれしてるからありがとうごめんごめん手袋ごめんごめんあ、ごめんごめんごめんえ、で予想はどれくらいで終わりそうなのあとえ、もうあとはあ、あるよこのあと違うこのえ、すごくないこれとこれとこれを何ありがとうありがとう。なんか押さえてる。これを、うん、あと10個の束にして並べるだけなの。うん、あそうなんだ。すごい。10個の束にして並べる。なんでなんでなんで。初しゃべりだから今日。あのそうなの。なかった。電話の前まで誰とも今日喋ってない。じゃあずーとマーヤでこっちお願いして、ひなとマナツで、うん。十個ずつだよね。そう、十個ずつにひたすら並べてけ。並べばいい。オッケー。ありがとう。なんでよこちらこそ。全然。でも面白くね。こういうのさ、自分の話しもってさ、合宿見た。ね。まさか来てくれると思わなかった。いやいやいや、なんかこれ好きなんだよね。うん、急に呼ばれてさ。ね、なんか面白いよね。うん、ね友達んちに、今は友達けどみたいな感じで。めっちゃ面白い。そんなの普通持ってないよね。このさ、グリーンで。ね、これで崩しちゃいそうじゃない？10枚のツボ。え、気をつけてよ。これでも色違いあるよ。え、今度買う？おそろいで買わせていただきます。嘘だ。嘘の。これね喋りながらやるとね結構ね、うん、間違える難しい、ね。そうなんだ今十やっとできた。失敗でもねこのね山と一緒にね高さを合わせるの。あそしたら10枚ね。じゃあ私ここでちょっとこれつけてこうやってる。うんうん1個ね山をね作ったらね、うん、こうやってやった方が早いんだって高さを合わせた方がなるほどね、数えないね、うん、コメントでね、うん、教えてくれたそう教えてくれたのすごい、すごい数えた経験がある人はいいのか頭脳派の方ほんとさミート&グリル笑いすぎてさ美味しいね美味しそうなのめちゃめちゃすごいよねいやあや面白いねほんとに面白いのよあでもちょっとさ生放送だしさ夜だしさ、うん、なんか結構、ね、怖いんだよ ね包み隠さず言っちゃってたのあなんだっけ前が働いてないだけ働いてないってコメントできてあれ私だからやったの早くなアンチだこんな身近にアンチいたんだ気を付けた方がいいよ意外の近くに、ね、謎じゃないこんな近くにねえこれさごめん待って意外と一個多いな待って面白い笑っちゃってて なんでそんな近いのあ高速だよ私ズー絶対この棒やばかわいいほんとかわいい売ってんだねそんなの売ってる売ってるあ面白い面白いなはぁ、このせいでズーの手元見えなくてあ、もう全然三角状きた苦情じゃないちゅ言ってくれたんだよ手元見えないよかれと思うにっこりマークとかつけてほしいよえ、ね、手元見えないやばいのよさっきからはいだねはいだ全然はいだからかわいいな危なっかしいのなんか言っちゃいけないこと言っちゃいそういい関係性だったよでも二人のさ、うんこう急に戻して戻してよかった面白いねあよかったなんかみんな来てくれて、いや楽しいよてか見てるなんて思わなかった
見てた。あ、そう、何やるのか気になっててずっと。だからチマに聞けばよかったんだけど、うんうん、聞いてなかったから、あ、そういえば何やってんだろうと思って開いたら、お金貯めてて何なんだろうとか。すごいね、こんな貯めてたんだね。これなんでさ、こんなに500円玉と貯金とかじゃなくていろいろあるの？なんかとりあえず小銭をね、うん、全部1日が終わりに、うん、出た小銭を全部もうバシャンって適当に入れてたのよ。へぇー、ヒデさんもそうだよね。あ、なんか言ってただったっけ、なんか持ってるやつ全部ポケットが出して、あ、なんか言ってた気がする、ね、あ、あ、なるなるなるだね。あ、なるんだこれ、うん、へぇー、よいしょ、すごい、これいくらなんだろうね。え、そう、わかんない、なんか意外と少なかったらどうしようと思って。いや、13キロだよ。いや、結構あるかな。意外とさ、でも1円玉、10円玉、5円玉が多いからさ。そっか。ね、びっくりマークついてる。あ、何か良くない。それはさ、やったー、イエーイ、やったー。どうせなら1位にしてください。本当だ、どうせなら1位に。みんな起きてー。なんかね、さっきもね、視聴者数が減ったりやと思って。5.9 から6になったり、あれ、逆だわ。6から5.9になったり。細かい変動がある。マーヤがね、うん、どこも行かないで、すごい、操作してんの、すごい。みんな優しいの、8時から見てくれてて優しい。戻っておいで。お風呂の時間とかかな、ちょうど。あ、そうかもね。いやでもダメよ、つけっぱなしでお風呂行ってもらわないと。大変だよ、充電も。携帯熱くなっちゃう。あ、これさ、50円いいの、もう違うレッツ作っていい。や、この2つくらい。あ、ダメだ、高さ分かんなくなった。生配信っていいね。ねえ、生よいしょ。50万人、嬉しい。なんか金の盾が欲しいね。ねえ、今何万、今何、どれぐらいなんだろう、チャンネル登録者。ねえ、増えました？増えてない。え、増えてない？ね、みんな押すだけじゃん、ポチーって。なんかマーヤがすごい可愛い、素直でずっと。コメント見てみるね、見てみて。気になる。すごいコメントの方、今 7.5 万人。すごいな。ありがとう。いや、私なんか、え、でも違う、家から持ってきたの。そうなの、リュックに。めっちゃ良かったでしょ、ハッシュタグ4人の決めようって。あ、決めよう、何にする、どうしよう、どうしよう。何がいいかな、4人。4人。いさき、なんか、ひなちまえ。さっきはひなちまえやってて、数え中で、なんかわいいね。一キスって言ったら、ちょっと持ってることになるか。そうだね、そうだね。確かに。4人、なんだろうな。みんななんかいいのあります？確かに。4人の。募集してくれてんの？あ、なんか共通点的な。ちょっとコメントがある。これさ、ど、何に入れてたの？え、ね、嘘かな、マイアンが見てるよっていっぱい書いてある。え、マイアンがコメントしてるよって嘘かな。本当に？本当に？え、でもね、たまにね、踊らされんの。さっきもヒカキンさんが見てるよって信じちゃった。2人で、えぇって。嘘だった、めっちゃ嘘だった。ね、緊張しちゃう。え、でも見てる、え、本当っぽくない？本当っぽい。マイアン？うん。マジで？本当に？いっぱいマイヤンってコメントがある。え、え、見てる？信じていい？マイヤン、マイヤン、マイヤン頑張ってるよ。頑張ってるよ。もうすぐ誕生日だね。そうじゃん。そうじゃん。私も。そう。全然マイヤンまでまで来ていいから。こんなさ、なんか適当な顔で。出たの初めて。私も大丈夫かな。眉毛の高さ絶対違うと思う。見えないよね、きっと。高さ違うのよ。眉毛の高さ違う。うん、平等。平等。アイラインもまつげも何もしてないんだよ。そう、何もしてない。え、いいじゃん、ね、全然かわ、ちょ、前に、前に見せてくる。え、めっちゃ可愛いよ。ちょっと、でも大丈夫じゃなかったかもしれない。あ、ね、だってさ、聞いて、ね、あのさ、みんながさ、あの、髪の毛さ、褒めてくれたじゃん、昨日。あれさ、うん、見たの、うん、映像。こういうことでしょ？いや、あれみんな、うん、あ、黙ってたでしょ、私が。え、黙ってない。いや、全然似合ってなかった。
って似合わせたら何だよ。いやいやいや、ほんとにほんとにほんとに、ね、本当に申し訳なくなっちゃった、気遣わせちゃった、誰も気遣ってない、ほんと、え、怖かったよね、本当本気で可愛かったよ、いやいや、だって普通、だってもう息なんだからさ、言うじゃん、普通に言うか、言うよ言うよ、でなんか自撮りはさ、やっぱ自分の角度だからさ、そのまだいけるかなと思っちゃうんだけどさ、映像で見たら結構さ、え、みんな改めて見てめっちゃやっぱ可愛いって思った、私も優しい、見返してて、いやいや、みんな優しいんだよな、いや、マジマジマジ、本気本気、いや、だって作る過程から見てたのよ、途中、前髪上げるよぐらいのところから、もうさ、触上げた段階で可愛いって言ったじゃん、言ってくれてた、本当なんだって、本当だって今や、今やはさ、ノーズチョコ濃すぎたら来いって言うじゃん、確かに確かに、だから嘘はつかないじゃん、嘘はつかない、うん、ありがとう、じゃあありがとうありがとう、でもあるよね、自分的にはさ、うん、ちょっと全然似合ってないのにさ、人からはさ、うん、いいよって言われることは、うんうんうん、しかもいくちゃん信じられないぐらい褒めてたし、うん、そうだよ、いくちゃんって本当に良くないって言わないもん、言わない、嬉しかったな、いくちゃんがあんなにねえ、ずっと可愛い、いやでもいくちゃん私のすっぴんの時もそうだ、そうだ、時もそう褒めてくるよ、あ、褒め、終わった終わった、ね、私も、え、すごい、え、すごいすごい、じゃあ、私100円、100円まであったか、なんか一番楽してるみたいな感じでも今、前は、いやいや、大事大事、大事コメントもまた来ちゃうから、コメント、やめてよ、来ないと思うよ、多分私がやってたからそうだ、アンチだったんだ、そうだよそうだよ、一番短いのアンチ仲いいと思ってたのに悲しく怖いもう信用できない、ありがとう、すごい速さになった、2人だったら、いやいやいや、てかよくよくやった、これ今何時、もう11時やばすごい8時間ってるでしょ8時から3時間もこれやってる、1時間で1時間で終わる予定だったの、そうなんだ、これさ、本当あれがいいんじゃないの、キャップにさ、ピュッピュッってやったら出てくるよね、え、なにそれ、ないかな、なに、あれなんかぴったりハマるの、うん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 、あんのかな、たぶんあんのあんのあるけどあるけど、さっき言ったら絶対にダメってそれもうほぼ聞こえてて大丈夫、まあ、いや、言っちゃダメだ、言っちゃダメだな、言っちゃダメだな、聞こえてんのかな、だってマイクつけてないよ、でもそこにマイクって意外と拾うんだよ、聞こえた？どうだろう。聞こえた？あ、で、ハッシュタグの話忘れた。そうだよ。そうだよ。それ早くしなきゃ。え、そうだよ。何がいいの来てる？マーヤ。え、あ、あの一気に数え中の。え、いい。ああ、いい。それにしようじゃん。上手。すごい上手。すごい。じゃあじゃあ。センスある。今私その案がなかったらお金と乃木坂とかにしようと思う。乃木坂とお金。お金って言ってた。気になりそう。でもちょっと気になるかも。確かに。あ、気になって開いちゃうみたいな。すごい。すごい。これ最後4人で山分けでしょ。これ山分けする？使ってくれる？お店で使える？この小銭。一円いらないかもな。じゃじゃーん。おすごい。こちら一気に数えちゃ、おいいね。こちらでーす。じゃじゃん。はい。みんなつぶやいてね、つぶやいてね、え、すごくない？ぴったりだったね、ぴったりだった、1円、おあとじゃあ100円を、え、ね、もうさ、あのカゴの中身終わった、終わった終わった、え、すごくない？え、すごいよ、え、もうすごい、終わりが見えてきた、終わりがすごいすごい、うん、ありがとう、11時でございます、おあら、わ、すごい、一発かと思いきや、10ねえ、マーヤは何してるの？いや、マーヤはみんなのコメントを拾ってるの、働いてますね、すごい、真夏結婚しようだって、するするじゃないよ、上手だな、やっぱ返しが、じゃあマーヤも、でもさっきね、なんだっけ、マーヤと結婚してしたいって言ってくださる方がいたのよ、本気で顔赤くなる、可愛いここで私の将来の旦那さんが見つけた、見つかった、自分でね、今夜決まったって言ったらね、わかる、前すぐ顔赤くなっちゃった、可愛い、
で登録者51万人になったって。おっしゃやりました。皆さんありがとう。はい、できたー。やったー、やったー、すごい、すごい、ありがとう、すごい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 。これはどうやってさ、待って待って、なんかさ、ちょっと寄せたいよね。確かに。でもさ、最悪じゃない？でも私これ、これ、帰ってみたい。ねえ、帰ってみたい。これはさ、どうやってやっていけばいいんだろう。数えてるか、電卓あるよ、電卓、うん、あ、これ？あ、ねえ、並べるってきてるよ。あ、並べる？どういうこと？え、怖くない？サムネ、金額ずつ。あ、サムネ、あ、関係ないか、生放送だから。赤い分残るのかな、どうなの。並べようか、じゃあ残る。一回並べてみようよ。え、ちょっと私、これずらせるのかな。ちょっと待って、映ないと思う、こっち行っては電卓、あ、あった。え、じゃあ100円は、100円こっちにやる。え、あ、普通にこう行く。あ、そうね、すっごい端っこに寄せることになるけど。真ん中にする？そうね、確かに真ん中にしようか。あ、じゃここに、この地帯にする。オッケーオッケー、この地帯に、うん、で、うわ、これいける。え、この作戦でいけるかな。あ、うまい、いけそう、いけそう。怖い。でもえ、こっち行っちゃんでいい。うん、あ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 、やばい。やめない、この作戦。こう置いた方がいい、多分普通にこうスライドしてた方が早くない。あ、なるほどね。あ、怖いね、これ、うん、あ、てか、もう素手でやっちゃったっていうか。これ素手だとダメなの？こう、ね、ちゃんと洗わなきゃね。ダメだ。ほら、私が失敗したのに全部洗ってみようと。やっぱりやっちゃった。あ、でも、これがやっぱ、やっぱこれが早いか、うん、そんな綺麗じゃなくていいもんね、この一帯に。うん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 。ここ100円たち、センター100円。もう10だ、ね、すごい、あ、いらないことしてる。50円、え、50円どうする？50円じゃあそこ。あ、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 ずらすの難しい。難しいね。難しい。あ、あ、あ、やばいやばい。ちょっと待って待って、本当にやばいかもしれない。え、これさ、ちょ、いや、だいぶやばい。いける？いや、ちょっと、いや、むずい。あ、いや、ちょっと、まだ、なんか、ピザのシャトーみたいになんか、ちょっと、下がやばい。ちょっと、本当に、気をつける。やっていけないのかな。え、これさ、物差しみたいな、ないんかな。あ、ガーって。ガーって。あ、確かに。2個あったらいけそうじゃないですか。いやー、いけないか。挟んじゃって。あ、クリアファイルとか。あ、でもでもでも。入れてるってかね。いけるかな。あ、じゃあ、ちょっとやってみて、やってみて。いけるか。じゃあ、これクリアファイルちょっと曲げます。え、すごくない？おー、いったいった。え、すごい。頭いい。マーヤ、すごい。めっちゃ頭いい。え、しかも綺麗だよ。すごい、マーヤ。それじゃん。右側の。あ、やばい。やばい。素手でやったのよ。なんで物差しあんの？ね、なんで物差し？はい。あ、もう一個ある物差し。物差しだけじゃきついかな。確かに。ちょっといけるもの手でやってっちゃうよ。ありがとう。え、すごい。あ、大丈夫？めちゃくちゃ。無理かも、無理かも。1個じゃ無理。え、クリアファイルもう1個ないかな。ありそう。どこ？無理だ。あ、あるって図。ありがとう。うわぁ、いける？なんか高さが、どうやってやってんの？あ、やべ、こうやって。おぉ、よかったよかった。あ、よかった。あ、挟むのね。ちっちゃいよ。あ、ダメだ。50円あっちだ。うん、でも、ね、多いね。すでにやったの早いかも。ちょっと一旦やめます。やりやすいね、めっちゃ。すげーですね。え、出るやつだね。あ、本当？やっぱやりやすい。あ、ずー、待って、ごめん。え、いいよいいよ。あ、5円少ないのね。5円でもね、こっちにあるのよ。そう、そっち持ってくわ、5円。あ、そうだね。これ動かすの結構緊張だね。緊張だね。え、10円2つに分けていい？いや、いいよいいよ、もうそうしよう。こっち側も10円分に分けて。危ないね。怖いね。うん、これ映ってる。あ、映っちゃってんだ。ごめん、いいよいいよ。もう、あ、もう私が言うことじゃないけど。うん、大丈夫。え、1円が10の塊が、え、なんて書けばいいんだ。10円、10かける、あ、そうだね、10かけるなんちゃらとか。
そうする。禁煙は。すごい。あ、上手もなんか。いっぱいな。いる？怖いな。みんな何してんだろ今の時間。もう寝る前かな。ねえ、寝る前。ねえ。禁煙は100かける。50万だわ。50かける。500円そうだろうね。やっと終わりが見えてきたよ。5000円かける、よいしょ、1、このお種類だけでね。そうだね、 OK。 すごい、あとちょっとじゃん。ありがとう。あ、前はジョギでやってるのか。あ、なるほどね。あ、そう、たぶん職人。来た来た。これは何？オッケー。よいしょ。みんなまだ見てくれてたな。ね。でも気になるよね。ここら辺まで来たらさすがにさ。だってもう終わるから。いくらか気になりますよね。あとちょっと皆さん。見た方がいいよ絶対。見た方がいいよ。いくらなのか。おー、いやもうほんと2人が来てくれてよかったね。早かった。2人が来て早かった。ほんとにありがとう。いや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 、あ、もうマスターした。あ、マスターした。すごい。いやば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 い、お腹空いてきた。ね、お腹空いた。ズーすごい。この何よね、プロになってきてる。プロ。これでもね、10円は多分やりやすいんだと思う。1円とか。あ、そうなの。あ、軽いから。軽いと思う。あ、段差。どうですか。どうですかっていうことはないけど。どうですか。皆さん。トレンドとかどう、まだ早い？一気に数え中ですよ。どうぞ、私たちじゃあ3分黙るんで、皆さん3分黙る。あ、出たー。マーヤお得意の3分熱心に頑張るから、みんなも3分の間に熱心に、うん、あのトレンドになるように一気なんだっけ、一気に数え中、一気に数え中。よし、どうしようかな。え、ちょっとこれどうしようかな。何こうさ、種類別にね、とりあえずいい真ん中に、うん、1円。あ、そうか、じゃあいいや、ここで50円にしよう。これ1個5円のが足りてない。ね、こっちもね、ある。あ、多かった。あ、2個多いよ。ほら、どこだ、こっちに行かせた。あ、数字の1トレンド無理なんだ。こんな頑張って。どうする、関数字、関数字で。ごめん、みんな、そういうのあるんだ。知らなかった、そんなルールあるの。あ、ごめん、一気に数、あ、一気にやば。ごめん、みんな頑張ってくれた、みんな本当に申し訳ない。ごめんなさい。気持ちを受け取るね。ありがとう。今から今急いで書いてる。数字じゃなくて漢数字でお願いします。よし、こっち側はもうあとこっち、この普通に1でお願いします。ごめんね、本当にやっちゃった。どっちが楽しいと思う。そうなんだ、トレンド入らないんだ。知らなかったよ。あ、これが多いね。これも多いね。うん、どう、覚えてた。いいね、いいね。これ、人ありがとう。
構褒め。手際を褒められ、ず手際を褒められてる。うん、お、みんな手際を褒められてるよ。嬉しい。やったすごい。あ、ごめん。なあ、こんなにあったの？よく考えた。これさ、難しいよね。難しい。こっちにする？もうそうだね、こっちじゃん。これ？マヤ定規専門家。あ、ごめん、使ってた。うん、使ってない。なんかここにあった。あ、置いてた、そこに。じゃあマヤ、この辺定規専門。あ、ごめん。あ、あ、でも高さ合わせれば多分する。あ、やばい。難しいな。ね。あ、ごめん。あ、ごめん。あ、ごめん。ズームの美脚に。よし。よし。ここで一応入ってる。入ってる。すごいね。達成感あるでしょ、2人ともこんなやったら。ありがとう、本当に。だって私のやつだもん。ごめんね、みんな。いや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 。やっぱ手でしょ、もういいんだよね。おー、すごい。あ、1円組が。じゃあ、ひどい。座る？座る。かわいい。よいしょ。よいしょ。図早い。褒められたからカッコつけてる職人。ありがとうズ。ちょっと多めに入ってる。なんで斜めに。ねえ、崩さないでよズ。確かにそれバラバラってする。あ、ごめん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 。あ、ジョーに来た。あ、じゃあマーヤすごい良さそうなジョーに来た。このじゃあ1円全部上下でやったから、そのこれだけね。じゃあ職人、私も褒められたいです。マヤ職人。では行きます。おおすごい。あ、すごい。あ、それめっちゃいいよ。すごい。ねえ、ちょっとずー演技したでしょ今、うん、ずーの演技はすぐわかるからね、私たち。そうだよ。じゃあめっちゃ自然な演技するから見てて、うん、じゃあ頑張ってね、うん、すごい。私これあれなんだ、次以内の13、14、15、16、17、18、19、20、21、22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 、
あ、1円数えてくれてる、うん、はい、あ、メモ書いとく？あ、うん、ペンもらう。あ、ないないか、出した方がいいのか忘れちゃった。ちょっと端っこ、端っこ、10円玉数えたくないね、これ。なんだ、こっち61なんだ。10円玉まだ数えてない。はい、10円玉数えてないです。じゃあ10円玉お願いします。はい、なんかいいみたいなあるじゃん。うん、ああ、横かけて。一応5ずつ並べてる。おお。一応5で並べたけど、縦間違わなければ大丈夫。7、うん、あ、違う。七四28、二十、え、合ってるね。うん？七四28、七四、七四、二十八、七四、え、28の、さて、プラス10、な、これ何何枚？これ七四十八の一個の塊。一個の塊。じゃあ29個ってことだよね。こっちは。17×5で75。あ、私ほんと85。あ、だから電卓あるよ、電卓。あ、そっか、忘れた。これぐらいだわ。ねえ、隠してた。だってこういう計算的に あと3の山とこの8の山がある。8の山。あ、じゃあ8と、あ、3、3つと、あ、5じゃん、これで5だね。もう一個5か。じゃあもう一個5だから、じゃあ86と、うん、86とこれが何個だっけ。1、2、3、4、5、6、7、8だから8枚あるのか、うん、だから86+29=85。 え、 18×5 かな。あ、そっか、あ、そうだ、18だから、じゃあ90、119枚ある、119の塊と8枚あるのね。そうだ、むずいね。で、ここね、どれ数えてないっけ、ほか。50円玉数えた。あとね、5円玉数えてない。5円、50円数えてない。じゃあ50円担当いくね。100は？あ、100がない。100がない。じゃあちょっとどうしようかな。やったー、結婚した人が3人現れた。あー、難しい、難しい。どうする、どうする、どうする。結婚3人はできないね。どうしよう。1人だね。どうしようか。選ばなきゃ。真剣に。これさ、十、何が、どういうこと？え？嘘だ。待って、何が間違えた？また嘘ついてる人いる。え、何が間違えてるの？え、こいつないけどね。え、10円間違えてる。あれ、私じゃん、絶対。え？これさ、どうする？どっちの10円だろう？でもこっちの10円もあったよね。もう一回数えてみる？うんうん。もう一回。てか、1個ずつやる？じゃあ、もう。だ、え？一個の、あ、出してってことか。え、計算してって。思考回路がもう停止しちゃったのよ。いや、いいよ、待ってるよ。待って待って。マヤ待って。10円ってさ、ってるよ、ってる。10枚だからさ。あ、そっか。わかった。マヤが数えてるから間違えてるって思ってるんだ。違う。え、待って。え、待って。待って、わかった。間違えて。10円が5枚だと思ってやってるってこと、私。ん？え、15、35？ じゃあ待って、10円だけ一回やってみよう。ちっちい子じゃない、ちっちゃい。10円の、あ、こっちが5だけど、こっちは4だ。え、1、2、3、4、5。あ、そこだけじゃない。あれ、じゃあぴったりか。
じゃあ分かった。本当だ。じゃあ私がそこから分かるんですか？すごいねみんな。そこから見て分かるの？双眼鏡で見てるかも。もはや数えて答えを教えてほしい。あ、確かに。え、待って待って、どえ。ってことは真夏のこの90は合ってて、その前の29って言ったやつが嘘だったんだ。5×1、2、3、4、5だ。なんか35でいいんだ。だから125枚なんだ。多分125の塊があるんだ。あ、うん、35枚。あ、35枚か。35。あ、だからじゃあ合ってたんじゃない。125で、あ、大丈夫大丈夫、うん、すいません。よかった。いえいえ、すごい。私が4位並べちゃったのか。あと100円、うん、あとは今何だったっけ、なんだっけ。あと何やってないっけ。100円と何かやってないね。100円と50円やってない。あ、50円やる途中だった。あ、そうだ、私も100円数えてた。あ、じゃあこっちだ。100円全部塊になってんだね。7321と、おおお、こっち8だった。 8? うん、8。待って、じゃあ8と8の塊と、うん、8足す1、2、3、4、5、6、7、7、3、21、21、21、プラス 50円が5枚。21だから29の塊と足す25と5枚の塊だから 5枚の塊で100円は、あ、すごいあるじゃん。100円すごいね。なんかどっかで分ける。なんかこれだもんね。でもさ、全部ちゃんと塊になってんじゃない。なってるなってるね。あ、でもこれ3列と4の列とこれも1、2っていこう。これだけ違うね。一回きれいな。これとこれ1個ないね。こうして、あ、50円も数えたもんね。うんうん。そしたらこれが別のくくり。お、ちょちょ、難しいね。難しい。何を言った方がいいのか。これもう1、2って言った方がいいんじゃない。多分そうだね。なんかどっかで分けて正の字書いてく。ああ、もうごめんなさい。待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。おし、56、67、58、59、60、61、62、63、64、65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 
まとめて。すごい。待って、じゃあ11円玉が10×98、980円。はい。で 50×20。50×20。足す6。足す300かだから。300円だよね。うん。1300円。あ、そっか、足す6じゃないのか。むずいね。たら100×125 足す800？ 1万3000。なんかあんま言ってない気がする。次 500×29 足す25？ 250か。2000。あ、そうかそうか。50円とか250。すごそう、すごそう。え、本当にいくら？あんまり。あ、次。いや、大丈夫。ここからがあるから。ここから？ここから1000円足す。あ、かける。4。だね。100円がすごい量だ。足す。3500。あ、でもこれだけで結構いってるよ。いや、500円ですよ。まだでもだって。100円。最後すごいよ。はい。1000かける86。足す。え、800。すごい。え、すごいじゃん、すごいじゃん。お、すごい。
い。で全部足してこう。オッケー。え？じゃあこれ足す。すごいすごい。23500。わあ、大金が漏れだよ。え？え？10倍してないって。ここから10倍するの？なんで？え、なんで10倍するの？なんで？ここできてると思う、多分。望みを込めての10倍。ここから10倍したらすごい額になる。なんで10倍？すごい額になるよ。あれマーヤと同じ頭脳を持ち合わせたスタッフさん。多分ね。え、何の10倍？10円10。うんうん、できてると思う。だってここに10倍書いてる。やつ違うのかな。10倍してないって。あ、多分できてる。え、待って。10円が10個だから100円なんだもんね。100円ちゃんとかけてると思う。100円に100円が。これ見てもらう。これ。大丈夫。多分ねできてる。これどう思います？あ、確かにそれ見てもらったらいいね。合ってる？これこの総額もう出ちゃう。これはあ、ごめん。そういうのダメ。うちらは頑張ってきたじゃん。これ。見てない。ね、見てないことにしてください。違う違う。え、また。え、これが10かけてるってことになってます？多分ね合ってるよね。うん、10。え、何百円かけた？なった甲斐があったようだって。500円かけた？数えたか、あれ、うん、じゃあ大丈夫かな。待って、500円がこの10、これ10かけてすごい、すごいことになるよね。うん、そんな、そんなこれちょっと見てもらおう。何かを10、絶対言ってたよね。10か30が10かけないとって言ってるけど、え、これは紙をスタッフさんにしてさ、かけてるよね。計算、え、でもさ、これ10倍したらすごいことになるね。ね、うん、難しい。10倍だったらめっちゃ嬉しいぐらいの感じ。じ、うん、銀行屋さんがあくまで銀行屋さんここで待って。明日の配信ライブそのまま行く。すごい85,000。え、すごい。確かにこれ、そっか。あ、でもみんな言ってるよ、10倍言ってる、みんな。これこれ何、何それ、これ100円のやつ。一回100円玉数え直す。あ、数か飛ばしてる、飛ばしてる可能性あるね。1,2,3,4ありますみたいなやつ。みほりさんのやつ。何が起きてたの。でも100円数えるのきついな。全員数えてみて一緒だったらいいんじゃない。やってみようか。そうだね、これだけあの違うタワーね。わかった、わかった。みんな心の中で数えるね。あ、めっちゃ苦手だ。じゃあでも頑張ってみる。てか小分けする、これ本当に苦手だ。でこれもさ足りてない。数え終わった。私もじー、いや、諦めた。途中で分かんなくなっちゃって、もう一回数えた方がいい。うん、いいよ、いいよ。3人いるから。うん、ありがとう。はい、せーの、83。出しながら数えてく。せーの、じゃあ一回区切ってこうか。10個ずつ。じゃあ、これこそ定規じゃない。確かに。
怖い ね人間ってこんなにこれそうむずいよね。じゃあ1円玉ちょっとどかしちゃうよ、うん、100円ここにあるね、うんうん、じゃあ10個の山にしようか、うん、そうね1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここにあそうだね、うん、そうだね10、うん、でこっちはいらない？うん、いらない。これ10です。おお。はい。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、ありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でも1円玉ですよ多分で、100円ですよね多分違うのね、はい、で1、2、3、4、5、6、あこっちもか、うん、あこれね1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 あーでもまあまあまあどこだ、うん、くっついてると難しいね、うんうん、あ、お、お、はい、ありがとう。え、合ってるよって言ってる。多分ね、合ってると思う。9。あ、それなしでいいか。なしでいい。そしたら最後に10倍するパターンと初めから10倍して考えてたから。なるほどね。その二択ってパターンね。これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK、OK。で、お、よさげ。むずいねー。なんか色違いのさ、シール貼ってきたいね、頭に。固まりずつ、ね、ずらすのむずいね。これあれだね、もうちょっと離したらかな、ね、ね、サムネ用って言ってくっつけちゃった。こっち中に入れるか、うんうん、こう、うん、いいよ。ズーさんスーパーで悩んで6歳みたいな。やばい。これも入れてる？ごめんごめん。じゃあ、これあ、よかった、みんな隠れてない。にしろ。おお、やばいやばい。これを中に。ね、でもでもあああ、うん。ああ。いけ。一応すごくない？いけてる。すごいすごい上手。絶対合ってると思う。で10か、うん、ここはここは離れてるか、離れてる。3、4、5、6、7、8、9、10。うん、あと残り数ればいいか。うん、ただね、うん、そうか、うんうん、こうだ。はい、 OK、 はい、ってことは10、20、30、40、50、60、70、84。あ、惜しい。84って言った人いる？さっき83。あ、惜しい。え、3だよね。うん、チマ5だよね。85。あ、じゃあ、ね、すごいです。惜しかった。難しいよね、やっぱり。マナちゃんなんだっけ？75。わかる。10がどこか行っちゃった。だから8万、うん、あれ、それとあれなんだっけ、4000円と、それ何個だっけ、余ってる？何枚？ 8？ あ、そうだ、8、あ、違う、ね、7かな。7だ。じゃあ700円。84,700円なんだ。もう言っちゃってる。はい。あれ、さっきの紙いいですか？あ、さっきの紙。ありがとうございます。どこが違ったんだ？そこ1030が違う。あれ？ちょっとだ。五円玉が違った。あ、五円玉も違った。五円玉も違った？すごい。それ1030になる。細かく。1300じゃなくて。なんで？本当だ。五円玉だけかな？どう、これか。あ、それかな。あ、答え。答えがある。答えはこちらです。あれ？あれの十円玉も違ったんだ。あ、違うの。なん、すごい。これで、これを足せばいいんだ、電卓で。どうやって計算したの？うん。あれ、計算するもん、ね。そうだね。あ、ちょっと待って。
50円焼きか、合ってるか、合ってる人いるかな、OKOKOK、 よし、おついに、まあまあまあ、うん、お出た出た、すごい大金が出た、集まりました、ここにあります、あ8時から90時、すごい、すごい、そっか8時からか、11時半だ、すごい、すごいね、できた、あじゃあ、ありがとう、総額137,540円、わーい、すごい、すごい、すごい、ありがとうございました、ありがとうございます、本当にありがとうね、ごめん、途中で見せてしまって、うん、本当にありがとう、すごい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 、たまったね、たまった、たまった、3年で、どうしよう、この使い道、本当よ、どうする、でもね、あれなの、今、うん、乃木坂のさ YouTube の登録者数100万人目指してるじゃない、うんうん、だから100万人行くまでとりあえず貯め続けて、なるほど、貯め続けての100万人行った暁には、うん、メンバーみんなで焼肉とか食べたいなって、これでいいの、まだ足りないよね、そしたら、みんなで、みんなは生まれだしね、100万人行った時にいくらになってるか、また、うん、また数えるこれはこれで置いといてね、絶対一緒にしないでよ、分かった、これはこれで、これはこれでお願い、うん、OK、この忘れない、この数学は、うん、このカンタ一緒に置いといて、あで次回からちゃんとまず分けとくわ、もう、あ、何円玉、何円玉、何円玉で、うん、ちゃんとちょっと次に生かす、うん、この4時間ほ、約4時間の、3時間半の本当にありがとう、全然選んでくれてありがとう、見てくれた方もありがとうございました、ね、たくさんの方がね、トレンドにも入れてもらえたり、ね、本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございますみんなね、うん、あでもお疲れ様です、あもう散々すごいね、すごい、あでも8万3000人の方が見てくれてる、みんな、あちょっとすごい、あすごいね、いっぱいコメントが、コメントでも、あ本当だ、コメントありすぎてね、うん、ありがとう皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、多分お金の夢見ますよ、見ると思う、ね、うん、ただみんなもう寝るもん ね、 ね、ありがとう、じゃあ最後これどうする、パーってやる、やる悪い悪いやるあのちゃぶ台みたいなあーで終わるやだやだもったいない、こんな綺麗にどうするんだろう、これ、あもう少し遠くこんなにやってもう少し遠くってどういうカンペですか、だって休業予定だったんだよ私、そうだよね、どういう心境ですか今もっともっとこのさ、うん、山積みの小銭を目の前にしてもう少し遠く、ね、そんな考えだったんですよね、え欲しがるね、マジ欲しがるね、欲しがるねめっちゃ欲しい、じゃあ皆さんもう少し遠くするんでつぶやいてくださいね、あ待って2000人の人帰ってってるよ、あ本当だ、え解決したからでしょ、お金き、あ4000人減った、あ総額見たら減っちゃったんだ、4000人、あみんな総額のあ、そっか、そういう感じか。じゃあここからすごい、じゃあめちゃめちゃ面白いと。めちゃめちゃ